皆さん、こんにちは。司法試験2023年度、入門講座全体構造編始めていきます。担当いたしますのは、東京リーガルマインド専任講師、竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。さて、今日から司法試験の入門講座です。司法試験、予備試験、ロースクール目指すための講座になります。で、今日の持ち物確認なんですけど、今日使うのはこのセブンサミット全体構造編ってやつ。体験の方はですね、こんな立派な表紙ついてないかもしれないけど、中身は同じです。これと、全体構造編補助レジュメ、あとですね、6法を使います。学習用の6法をね、これからお持ちください。ただね、今日はそこまで引かないので、例えばね、日本の法律ってインターネットで落ちてるんですね。なので、スマートフォンで今日のところは条文引いてもなんとかなるけど、これからね、入門講座を受ける方、必ずね、学習用の6法をお持ちください。私はこのデイリー6法っていうのを使ってるけど、他にコンパクト6法とかいろんなものがあります。それはね、本屋さんに行って、自分の好きなものを選んでみてください。じゃあ、ちょっとね、今日何をやるかって話の前に、あとね、全体構造編の次に民法とか刑法とか順番に受けていく方。この方はですね、民法1回目は基本的にレジュメ。私のクラスはこういったレジュメがですね、全科目ありまして、レジュメ中心に行います。ただ、各1回目はセブンサミットも一応お持ちください。で、科目ごとにね、セブンサミットどれぐらい使うか全部違いますので、各科目の1回目の指示に従ってください。じゃあ、今日早速全体構造編なんですけど、どんなことをやっていくかっていうのをやっていきます。で、これがセブンサミット、レックのテキストですね。で、ペラッとめくって、目次の続き、次のところに行くと、第1編序論、第1章、司法試験合格への道、これが書いてあります。ちょっとだけ見ていきましょうか。1、司法試験とは何かです。ここね、司法試験法では、司法試験について規定している。で、司法試験は法科大学院修了者と予備試験合格者のみが受験できる試験であり、入門講座受講生は予備試験の合格か、または法科大学院入学を目指すことになる。この辺はご存知だと思います。で、司法試験法第1条、括弧司法試験の目的と第1項は、司法試験は裁判官、検察官または弁護士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験と規定する。で、口述するリーガルマインドの要素である学識および応用能力を判定するとある。でね、今日最初なんで、リーガルマインドって話もさせていただきます。よくね、放送はリーガルマインドを持ってるとか、そういう言葉が使われます。これ何なのか。で、ここでは学識と応用能力って書いてますね。で、丸1、学識イコール専門知識。当然、弁護士、裁判官、検察官は法律の専門知識持ってます。で、これ条文で、司法試験に出る法律学っていうのは法解釈学ってものなんですね。ちょっと最初なんで少しやっておきます。法解釈学、法律学の中でもいろいろあって、司法試験で取られるのはもう決まっている法解釈学。で、実は法解釈学以外にもいっぱい法律学っていうのがあります。でもね、法解釈学って何かというと、国会が作った条文をもとにそれをどう解釈するかって話なんです。なので、国会が作った条文っていうのがまず一番大事になってきます。なので、ここに、セブンサミットのね、1ページ目に条文、あと判例、裁判所が何を言ってるかが判例と言います。で、学説は学者が何を言ってるか、これね、大事なこともあります。あと、応用能力、事例解決能力です。で、今の司法試験、予備試験、ロースクールによって大抵事例問題が出ます、論文では特に。で、与えられた事例を法律的にどう料理して解決するかって能力が、すごく問われます。じゃあ、ここまでがね、テキストに書いてる、ある意味表面的なこと。で、ちょっとだけお話しておくと、リーガルマインドってもっと深い意味あって、これ何か。僕らね、弁護士は、例えば
クライアントからね、このこと違法ですかっていきなり聞かれることいっぱいあります。で、正直知らない法律なんて山ほどある。でもね、なんとなくわかるんですよ。あ、これ感覚的に違法か適法か。なんでかというと、いろんな法律といろんな典型例に触れてるから、なんとなく未知の問題でも当たりをつけられるんですよ。その未知の問題に当たりをつけられる能力、なんかね、なんていうんですかね、もう法律、日本の法律にこう頭がチューニングされているようなイメージなんですけど、そういったものがリーガルマインドなんですね。で、試験との関係でも皆さん実はそれちょっと必要で、司法試験って未知の問題出ることあります。でもそれでもなんとなく当たりをつけられるために、このリーガルマインドってのを磨いていく必要があるんですね。で、これから7法の授業を通じて皆さんはリーガルマインドを身につけていくということになります。そしてですね、次は法律いっぱいありますけど、ちょっとね、セブンサミット進んでいきましょう。セブンサミットの1ページ目の下がいいかな。ね、ここで例えば担当式試験、法律基本科目全7科目で、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法という7科目があります。で、これをよく7つの法律といって、基本科目に挙げて、これをしっかりやっていくわけです。で、今日やることはこれの全体の基礎的な事項もあるんだけど、これらを理解するのに必要なこともやります。でね、この全体構造編って奥が深くて、実は半分はね、法解釈学とはちょっと違う法哲学っていう分野の基礎も入ってるんですよ。だからこの全体構造編ってのは法哲学の基礎、法哲学の基礎には法解釈学に応用できる部分があって、プラス7法の基礎、プラス裁判制度の概要、で、これからやる、今日やる全体構造編はこの3つを取り扱います。なので結構奥深い分野もあります。法哲学の基礎、7法の基礎、裁判制度の概要です。で、法哲学っていうのはそれ自体非常に奥深くて難しい分野なんだけど、ただこれあくまで法解釈学と関連するところだけやるので、そこまで難しくありません。あの、法哲学ってすごいんですよ。法解釈学と関連ないところだと正義とは何かとかね、そんな分野もあるんだけど、そこはね、司法試験には出ないので、あくまで法解釈と関わることだけです。で、この3つを今日はやっていきましょう。で、これセブンサミット結構量が多いので、セブンサミットやっていくとね、これ10時間ぐらいかかっちゃうんです。で、今回はね、このレジュメを中心に、これセブンサミットを再構成してます。順番とか全然違うんだけど、大体内容一緒なので、この補助レジュメを使ってやっていきます。では補助レジュメ1ページ目見てください。セクション1、一番最初の法学の入門。で、民法、刑法、憲法の役割。で、いきなり質問なんだけど、なぜ民法、刑法、憲法という順番に講師は書いているのか。これどういうことかっていうとね、あの、よく司法試験の科目何ですかって挙げるときに憲法から挙げる方多いんですよ。で、これは非常にある意味当たり前で、憲法っていうのは日本の最高法規ですね。最高法規から挙げる、これ当然です。でも私はあえて民法、刑法、憲法という役割に書いてる。あの、民法と刑法の順番はそんなに深い意味はなくて、憲法を最後に書いてる、ここがポイントなんですね。実はこれにも意図があるんです。で、パッと分かる人、まあ、いないと思うんだけど、これからそれを明らかにしていくので、ちょっとね、なんで憲法最後なんだろうっていうのは頭の片隅に置きながら聞いていってください。で、下に国家ってものがあって、私人 A、 私人 B っていうのがあります。で、この私の人って書くのは、この生身の人間とか、あと会社とか、そういうものを言うんですね。どういうことかっていうと、
地方公共団体、東京都とかじゃないよっていう意味です。まあ、一般の人ぐらいに思ってください。で、このケース見てください。詩人 B は A の車を盗んだ。詩人 A は国家を批判する本を書いた。この国では国民に表現の自由が憲法により保障されている。しかし国家は国家を批判する言論を処罰する法律を作った。まあ、こんなケースがあるとしましょう。で、基本的に日本の法律と一緒なんだけど、国家批判する言論を処罰する法律がある、まあ、そういった国だと思ってください。で、この三者間の法律関係を考えていきます。で、まずね、B は A の車を盗んだんですよね。だいたい盗みっていうのは日本もそうだし諸外国もそうだし、だいたい悪いことです。で、何ができるかっていうと、まず一番、まず A は B に車返せって言いますよね。私の車返せ。あと丸に、 A は B に損害賠償を請求できる。これから民法をやる上で損害賠償って言葉がいっぱい出てきます。簡単に言うと、車盗まれた被害者である A が損した分を返せ。例えばね、車が1ヶ月後に返ってきたとしますよね。車返ってきたらいいじゃないかって問題じゃなくて、1ヶ月分車使えなかった分損してますね。いくら損したかって実はすごい難しい問題なんだけど、一番簡単なのが、 A さんレンタカーを1ヶ月借りてた。そのお金だったらなんか計算しやすいですね。まあ、そのお金を返せと言えるわけです。なので、これ A は B にここで言う丸1丸2、丸1と丸2を主張できるわけです。で、これ民法でちゃんとやっていくんだけど、返せと言える、請求できるって書いてますね。これどういう意味でしょう。法律の本で請求できるって書いてるとき、口で言えるっていう意味だけじゃないですよ。そんなの口だったら何でも言えます。これね、裁判で請求できるってニュアンスが隠れてるんですよ。だからこれから民法とかの科目たくさんやっていくんだけど、請求できるって書いてあったら、裁判で強制的に請求できるんだ。すごい怖いことですよね、ある意味。そういうニュアンスが込められています。じゃあ丸さん、はい、盗んだ B、 B の行為は窃盗罪に当たるので国家は B を処罰します。で、人を処罰するのは国なので、国が丸さんの行為をします。いいでしょうか。で、これ処罰するのは国なんだっていうのは頭の片隅に入れておいてください。で、ちょっと条文もしお手持ちにあったら引いておきましょうか。窃盗罪は刑法235条に書いてあります。法解釈学をやってるんで、条文はたくさん引いていってください。出てくるたびに引く。で、正直ね、引いて読んで分かんなくても引く。そのうち分かるようになってくるんで。ということで、刑法235条探してください。刑法235条、他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。まあ、言い回し若干難しいんだけど、人のものを盗んだら、まあ、10年以下の懲役か50万円以下の罰金になる。まあ、こういった条文です。で、これで処罰されます。でね、難しいのは丸4、国家はA を処罰しようとする。これ何かというと、A は国家を批判する本を書いたから。しかし A には表現の自由があるので処罰されない。これどういうことか。この図で言うと、国家は A をね、丸4で処罰しようとするんだけど、実は国から人を守ってくれる表現の自由ってバリアーみたいなものがあるんですね。だから A は処罰されない、
そういうことになっています。これが丸四の話。ちょっと丸四複雑ですよね。国は人を処罰しようとするんだけど、表現の自由があるから国は、国から A を、守られるってことです。じゃあなんとなく分かってきたかもしれないんだけど、実はね、1、2が民法です。3が刑法の世界です。で、4が憲法の世界です。で、この図から分かること、民法は私人と私人の間の法律です。刑法は国家と私人の間に働く法律です。憲法も国家と私人の間に働く法律です。しかし憲法ってなんか複雑ですよね。民法と刑法って素朴なんです。じゃあもうちょっと深めていきましょう。下から4行目、1ページ目の下から4行目じゃあ民法って法律は何かというと、これです。個人の財産関係と家族関係を規律する法律を言います。財産関係というのは、例えばね、隣の人に10万円貸した、これ財産関係です。立派な財産関係。車取られた、これも車返せっていうから立派な財産関係。コンビニでお茶買った、これも立派な財産関係。ちっちゃにく見えて実は立派な財産関係。あと家族関係、結婚とか離婚とか親が亡くなった時の財産の相続とか、そういったものを規律決めている法律です。で、ここで民法709条ってのが挙げられています。ちょっと一緒に読んでいきましょう。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。で、この709条を講義すると1時間半から3時間ぐらいかかる、すごく奥深い代物なんですけど、こういった条文出た時はまずはね、具体例に当てはめて理解することが重要です。さっきの B さん泥棒でした。 B さん何やったかというと、故意わざとです。または過失、ミスによって。でも B さんわざと盗んでるから故意ですよね。わざと他人の権利または法律上保護される利益を侵害したもの。難しいんだけど、 B さんは A さんの車を盗んだから、 A さんの所有権を侵害しています。これね、 B は A の車の所有権を侵害してるんです。所有権って言葉の意味もあるんだけど、とりあえず今ふんわり流しておいてください。A さんのものを盗んだから、これは B は A の車の所有権を侵害してる。で、侵害したものはこれによって生じた損害を賠償する責任を、 B は A に生じた損害、車使えなかった損害を賠償する責任を、だから民法709条でこの丸には請求できたんです。 A は B に損害賠償を請求できる。法律の条文ってこんな感じで読んでいきます。じゃあ次行きましょう。2ページ目、刑法は犯罪とそれに対する刑罰の関係を規律する法律を言います。で、さっき窃盗罪の条文見たんで、ここでは刑法199条を見ていきましょう。殺人罪です。人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。物騒ですけど、たくさん出てきます。これから殺人罪はこうなってます。で、ちょっと難しいのが憲法。憲法はね、大きく分けて2つ全然違うことを定めています。1個は個人の権利、これ人権と言います。個人の権利、人権と国の組織の基礎、統治機構、この2つについて定めています。で、統治機構っていうのはこれからやるんだけど、中学校とかで国会内閣裁判所、こんなのがあるよってやりますよね。あれですよ、
ああいったことをやるのが統治機構。あとは個人の権利、人権を定めています。で、ここに挙げました。憲法21条1項、これ人権の条文です。集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。表現の自由はこれを保障する。で、国民がに保障されています。これが人権の条文。統治の条文はこんな感じ。憲法41条、国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。で、皆さん聞いたことあるかもしれないけど、憲法は法の法、法律の上位にある法とも言われ、この法はね、ルールっていうニュアンスです。すべての法律は国会が作ったものね。国会が作ったルールより上位である。で、このルールがあるから、さっきの4番の話は出てくるわけ。何かというと、憲法に表現の自由っていうのがある。で、法律に国を批判したら処罰。さっきの丸四の話ってこれでしたね。憲法には表現の自由があるんだけど、法律のレベルでは国を批判したら処罰って条文があった。大丈夫ですかね。これってね、まあパッと見矛盾してますよね。これパッと見矛盾してるんです。で、矛盾したらどうするのって話です。で、これね、憲法が上で法律が下なんですよ。このルールっていうのは上下関係がある。で、上の方が勝つから、こっちが無効になるんですよ。これすごいことじゃないですか。だって法律なんですよ。法律に抗える、逆らえるってのが憲法なんですよ。法律と矛盾したら憲法が優先する結果、法律が無効になる。だから処罰される。これが憲法の特に人権と呼ばれるものになります。いいでしょうか。じゃあ次行きましょう。米印、この他にも重要な法律はたくさんある。しかし民法、刑法、憲法が基本である。まあ、この3法を司法試験の方はとりあえずしっかりやっていくということになります。はい、じゃあここでさっきの答え なんで民法、刑法、憲法って順に書いたか。これはね、歴史です。民法と刑法っていうのはかなり古い時代からあります。だって物取られたから返せ、これめちゃくちゃ素朴じゃないですか。多分ね、人間が原始時代ぐらいからあるかもしれない。まあ、少なくとも日本の歴史で言っても弥生時代には絶対あったと思います、これ。で、人も物盗んだから処罰する。これも素朴じゃないですか。これもあるんですよ。でも、これどうです？法律と矛盾した憲法と法律が矛盾したから憲法が勝つ。これはね、日本では明治時代からです。大日本帝国憲法ができてから。で、別に憲法って名前じゃなくてもいいんだけど、同じような現象って江戸時代って普通ないですよね。まあ、江戸幕府の法律と各藩の法律が矛盾するぐらいだったらあるかもしれないけど、お上が作った法律より上があるっていうのはないんですよ。で、もっと言うと、これ憲法って国家ってものがないとダメなんです。で、これ歴史詳しい人は思い出してほしい。国民国家っていうのができる頃じゃないと憲法っていうのは存在しないんですよ。なので、憲法ってのはかなり歴史が新しいんだなっていうのは、これ知っておいてください。だからこれ歴史です。民法、刑法、憲法が基本である。じゃあちょっとね、法律もやってるよって人退屈なんで、これはちょっと発展学習向け。聖徳太子の17条の憲法ってあるじゃないかって突っかかってくる人いるんですけど、あれはね、憲法の意味が違うんですよ。そのあたりね、憲法の講義でやっていきます。
とにかく民法刑法が古くからあって憲法が比較的新しいんだ。そして全然役割が違うんだ。これは頭の片隅に入れておいてください。はい、じゃあね、ここで要件と効果という言葉をやっていきます。大体の法律には要件と効果があります。要件はなんちゃらならばの部分です。効果は点点点であるの部分です。大体の法律は要件と効果からできています。要件がなんちゃらならば、効果が点点点であるの部分。で、これも解説しておきましょう。まあ、セブンサミットなんかにももちろん書いてますよ、これは。で、これまず1ページ目に戻りましょう。下から3行目、1ページ目下から3行目の民法709条見てください。はい、皆さんに質問です。民法709条の要件と効果は何でしょうか。考えてください。なんちゃらならばの部分はどこか、点点点であるの部分はどこか。これそんなに難しくなくて、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害、これが要件ね、侵害したならば損害を賠償する責任を負う。この損害を賠償する責任を負うが効果。もちろんあの厳密にはね、あのもっと広いんじゃないかとかあるけど、大体そういうこと、こういうふうに要件と効果で分類できます。では次2ページ目、じゃあちょっとだけ難しくなる。2ページ目の上から2行目、刑法199条、これの要件と効果は何ですか。民法ほどか明らかではないんだけど、これ人を殺したが要件です。人を殺したならば死刑か無期懲役か5年以上の懲役になる。この刑罰を受けるというのが効果になります。これも要件と効果になる。じゃあさらに難しいやついこましょう。憲法21条1項、ここに書いてます、レジュメに書いてます。集会結社および言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。はい、これの要件と効果は何でしょうか。実はですね、これ単体じゃ要件効果はわからないんですよ。お手持ちの6法ある人は憲法98条1項を引いてください。この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律命令詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部はその効力を失う。実はこれ98条と合わせると要件効果が出てくる。というのも憲法98条1項は簡単に言うと憲法に反する法律は無効ってことですよね。で、ここの憲法に当然憲法21条1項を入れ込むことができるから、21条1項と98条1項を合わせて憲法21条1項に反する法律は無効。要件は憲法21条1項に反する。効果は無効になるってことになります。このように組み合わせで要件効果が出てくるものもありますので、あ、そんなものもあるんだと思ってください。ここまでよろしいでしょうか。
で、ちょっとここで硬度か剛度が出てきたんで、全体構造編のこのセブンサミットの12ページ見てください。条文には条、項、号ってのがあります。6法にも刑法19条って載ってるんだけど、刑法19条って条文があって、この条文を細かく分けたかったら次、項ってのにあるんですよ。で、1個、次に掲げるものは没収することができる。で、次の関数字の1、これ号です。犯罪行為を組成したもの。で、このね、犯罪行為を組成したものの読み方は、19条1項1号という言い方になります。で、ここに2項があって、没収は犯人以外のものに属しないものに限りこれをすることができる。なので、条、項、号の順番で細かくなっていくんだっていうのは、これ知っておいてください。で、あとここでね、さっき私憲法98条1項っていうのをこう書きました。これ略語です。憲法21条1項、1項はこういうふうに書く。で、さっきの刑法も刑法19条1項1号は、よくテキストとかレジュメではこういうふうに略します。これが条で、項で、号です。19条1項1号を略語で書くとこうなります。でね、この略語は広く世間に流通している略語なので、本とかもこれ使っていることがあります。ただ1個だけ覚えておいてください。論文の答案にはこの略語は使わないでください。論文の答案は条、項、号ってちゃんと書いてください。ただその他の文脈では、もうノートとか、そういったものはもうこの略語をガンガン使っててください。いいでしょうか。で、全体構造編12、13ページには要件効果の話がもうちょっと詳しく書いてますので、暇な時に眺めておいてください。はい、ここまでいいでしょうか。抽象的な話も多かったんですけど、ちょっとだけ高度な話を混ぜていきます。はい、法律は要件効果があるものが多いと私は言いました。中にはね、言い切っちゃう人もいるかもしれない。法律は要件と効果でできていると。ところがですね、法律には要件効果がないものもあります。ちょっと見ときましょう。皆さんのお手持ちの六法で、教育基本法、これはね、多分載ってる。教育基本法っていうのを見てください。教育基本法。教育基本法1条こう書いてます。教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。探し出さなかった人も、耳で聞いていれば分かるんですけど、要するに、国民の育成を期して行わなければならないという条文です。じゃあこれ効果ってありますか？例えばね、この教育基本法1条に違反すると刑罰を科すとか、そういった条文があれば効果あるんですけど、そんなものはないんですよ。これ要件効果ない条文です。じゃあ要件効果ない条文って存在意義ないんでしょうか？そんなことないですね。国家としての目標を示すっていうのもあります。で、それプラス我々の受ける試験はね、裁判ライセンスを取るための試験です。裁判の観点から言うと、これちょっとメモしておいてください。要件効果がない法律。これね、裁判の観点から言うと、他の要件効果ある条文の解釈に使うんです。
要件効果、ある条文の解釈に使う。まあ、解釈に使えるぐらいにしときましょうか。解釈に使える これぜひメモしておいてください。要件効果がない法律というのは他の要件効果ある条文の解釈に使えます。法律の条文って孤立しているものじゃないんで、他の条文で入れ込んでやるわけです。で、これはね、ぜひ忘れないでください。司法試験、特に憲法とか行政法って科目ですごい重要になってきます。いいでしょうか。ただちょっと難しい話なんで、よくわかんないやって人は今飛ばしてください。メモだけしといてね、飛ばしてください。いいでしょうか。ということで、法律、民法、刑法、憲法の話はこれぐらいにしておきます。じゃあ次はセクションに裁判手続きの流れです。で、これ法学部だと司法制度論とか法学入門って科目でやります。で、本当は民事訴訟法とか刑事訴訟法って科目でしっかり学ぶところなんだけど、実はですね、憲法とか民法とか刑法をやるにも裁判の仕組み知らないとちょっと厳しいんで、概略だけやっときます。で、1裁判制度、括弧1裁判制度。裁判とは、これは社会において起こる具体的事件に対していかなる処理をすべきかについて、国の機関としての裁判所が法を適用して決定すること。若干太字になってるの分かります？この太字がポイントね。具体的事件に対して法を適用して決定する、この2つがポイントなんですよ。だからね、例えば私がね、自衛隊は憲法の定める平和主義に違反しているって訴えを起こしても、これは裁判にならないですよ。何も事件起こってないですよね、具体的な事件、抽象的にやってるから。そんなのは裁判ではない。もう一個、法適用。A さんと B さんのどっちが美しいか、まあ今な、そんな裁判やったら問題なんですけどね、そんなことを提起したとしても法適用できないので、これ裁判にすらならない。そういう話なんですね。事件に対して法適用して、この2つがポイントになります。じゃあ次、裁判の種類です。3つあります。民事裁判、1つ目、民事訴訟、民事事件、刑事裁判、刑事訴訟、刑事事件とも言います。で、この2種類があります。基本的に2種類なんだけど、また行政裁判、行政訴訟、行政事件もあるが、広い意味で民事事件に含まれる。だから大きく分けて民事と刑事です。で、行政もつける、区分としてつけることがあるんだけど、広い意味で民事裁判です。でね、基本的に民法絡みは民事裁判、刑法絡みは刑事裁判だと思ってください。人を処罰するのが刑事裁判、財産関係とか家族関係処理するのが民事裁判です。行政裁判はすぐ後でやりますので、ちょっと置いといてください。じゃあ次、裁判所の種類です。裁判所の種類は最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の5種類です。で、一般的な事件は地裁、高裁、最高裁の順に上訴されて処理されます。で、これ最高裁判所が日本のトップね。で、高裁があって、で、一番下に地裁。これが基本的な構造です。日本の裁判は三審制っていうのを取っていますので、まず地方裁判所で審理する、判決が出る。不満だったら高等裁判所に審理する、さらに不満があったら最高裁判所で審理する、こういった三審制になっております。いいでしょうか。で、裁判所の数とか覚えなくていいんだけど、地方裁判所は基本的に都道府県に1個ずつあります。北海道だけ広いんで4つあります。あと支部なんかもあったりするので、まあ結構あります。で、高等裁判所は例えば関東甲信越だと東京にしかありません。最高裁は東京1箇所だけ、まあこんなふうな裁判システムになっています。
で、一般的な事件は地裁、高裁、最高裁なんだけれども、3ページ目見てください。家庭裁判所、これ家庭事件、例えば離婚の裁判とか少年事件、これは少年が犯罪を犯した時の事件、これを裁判するために特に設けられた裁判所で地裁と同等の位置にある。この地裁と同等っていうのがミソで、これどういうことかというと、これ家庭裁判所で事件が処理されます。で、この判決に不満があればこうなるってことです。高裁に行けるってこと。ということで、地裁と同等なんですよ、家裁は。で、家裁、高裁、最高裁っていう順番になります。いいでしょうか。じゃあ次行きましょう。簡易裁判所。これは少額軽微な事件。民事だったら、訴額が140万円以下の事件。いや、選択刑として罰金刑がある罪のついての刑事事件と、少額の万引きとかね。これについて、これを簡易かつ迅速に裁判する第一審裁判所である。こんな簡易裁判所ってのがあります。これ、例えばね、友達に3万円貸したけど返ってこない。これ地方裁判所ってね、それなりの審理があるんですよ。地方裁判所の裁判官は司法試験を受かってる人。でもね、簡易裁判所の裁判官は司法試験を受かってなくてもなれる場合があります。すぐに裁判官も違う。で、簡単な事件については簡易裁判所を、扱わせましょう。こんなものがあります。特に140万円以下、これ覚えておいてください。で、簡易裁判所の位置なんだけど、簡裁って言います。これ、刑事だったらこうです。これ、刑事訴訟法って科目でしっかりやってほしいんだけど、刑事事件の場合は簡易裁判所で裁判があります。はい、判決が出ました。不満だったらいきなり高裁に行けちゃいます。なんでかというと、人処罰する裁判だから、2番目は高裁で結構しっかり審理をする。で、民事の場合は違います。民事の場合は簡裁でやった後、次地裁で、その次高裁です。このように刑事と民事で全然システムが違う。これはね、刑事訴訟法、民事訴訟法でしっかりやればいいんだけど、このように簡裁からスタートして高裁に行くか地裁に行くかで違います。ただ、民事は例外的に最高裁に行ける場合もあるんだけど、これは全体構造編の話を超えるので、ちょっと今回は、省略はします。ただ、これを刑事訴訟法、民事訴訟法ではしっかりやっていくということです。いいでしょうか。ここまでいいでしょうか。では、次行きましょう。過去3、裁判の公開です。はい、日本の裁判公開されます。裁判公開の原則、憲法82条1項、裁判の再審および判決は公開の法廷で行う。こんな条文があるので、裁判は公開されています。なので、裁判傍聴ってできるのはこれですね。裁判公開されてるんで、一般市民が自由に裁判を見れるということになります。で、後でやる例外に注意。これ82条2項ってのがあるので、これ例外があります。せっかくなんで見ときましょうか。82条2項、これお手持ちの六法で見てください。82条2項、もう本当にね、条文は引いて引いて引いて、とにかく引いてってください。それがね、司法試験に合格する一つのコツです。
裁判所が裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害する恐れがあると決した場合には、再審は公開しないでこれを行うことができる。再審ってのは事件の審理、判決じゃなくてその途中経過ね。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪、またはこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の再審は、常にこれを公開しなければならない。まあ、原則例外に整理して憲法の授業ではしっかりやりますけど、とりあえず今は、あ、こんな条文があるんだなと思っておいてください。いいでしょうか。じゃあ次に民事裁判いきましょう。ケース。A は B に車を100万円で売る契約をした。しかし、B に車を引き渡したにもかかわらず、B は100万円を払わない。ひどいですね。車持ってったのにお金払ってくれない。どうします？電話する？それとも取り立てに行く？まあ、そんな手を尽くしても全然払わない人はもう裁判を起こすしかないですよね。それが民事裁判です。お金、財産関係や家族関係の裁判。括弧1、民事裁判と。民事裁判、民事訴訟とも言います。別に同じ意味です。これは民事上の紛争、つまり財産関係と家族関係における紛争を解決する裁判を言います。で、民事裁判は原告、これ裁判を起こした人と被告、裁判を起こされた人のバトルです。で、日本は民事裁判も刑事裁判も基本的に原告、民事裁判はね、原告と被告が戦います。で、裁判官がお互いの言い分聞いてどっち勝たせるかってやるんです。そのイメージぜひつけておいてください。あと、原告と被告って言葉も覚えておきましょう。じゃあ100万払えって裁判を起こすのに、これ弁護士に依頼しなきゃいけないんですかね、一般の方は。で、実はですね、依頼してもいいししなくてもいいんですよ。それがこの弁護士代理の原則で、まず日本では本人が弁護士を頼まなくても民事裁判を起こせる。で、自分自身で裁判を起こすことを本人訴訟と言います。本人訴訟は特に訴訟って言って、訴える額が小さい場合は結構よく行われます。で、これは社会現象として知っといてねっていう以上に、民事訴訟法をやる場合はこういう概念必要です。あ、実は本人訴訟できます、日本では。諸外国ではできない国もあります。で、自分で裁判もできるんだけど、これがポイント。誰かに頼むのであれば弁護士でなければならない。だから自分でやるか弁護士に依頼するか、素人に依頼はできないんですよ。これを弁護士代理の原則と言います。ただ、訴訟140万円以下の一定の事件、簡易裁判所管轄の場合は司法書士でも良いことがある。そういうことになっております。だから、ある意味弁護士っていうのは裁判業務を独占してるって言われるのはこれです。弁護士しか他人の依頼を受けて裁判はできない。ただ自分の権利を自分で守るのは当然だから、自分で裁判やるのはどうぞってことです。じゃあ、括弧に民事訴訟の流れです。まあ、一訴訟の開始。A は B に100万円の支払いを求める訴状を提出した。そして訴状は裁判所から B に送達された。送達っていうのは特別な手続きで送ることです。特別送達郵便っていうので大抵送られます。で、ここで覚えていただきたい概念は処分権主義で、これね、もっと広い意味があるんだけど、よくことわざでこう言います。訴えなければ裁判なし。日本の民事訴訟は原告が訴えなければ裁判になりません。いかに A さんと B さんが揉めていて、裁判所が分かっていても、裁判所が勝手に裁判にはできません。原告が訴えて初めて裁判になる。なんででしょうね。これはね、本人の意思の尊重なんですよ。だって揉めてても裁判までしたくない人もいるじゃないですか。裁判したい人もいるし、そういった本人の意思を尊重しようということで、訴えなければ裁判なしってのが取られています。では4ページ、次まわりに訴訟の審理です。じゃあ、訴えが提起されたら中身の審理に入っていきます。で、まず括弧あ訴訟要件の審理です。訴訟要件っていうのは、
裁判所で事件を取り上げてもらうための要件です。で、ちょっとだけイメージつけてもらうために、解説をします。弁護士に依頼しないで、皆様方が隣の人に1万円返せって裁判を起こすとしましょう。これって国にいくら払えば起こせると思います？大体ね、1000円とか2000円とかなんですよ。その他に郵便切手代必要なんです。で、どうです？裁判所って儲け出ますか？これ。大赤字なんですよ、裁判って。それはだって国民のために裁判制度ってのあるから、大赤字なのはそれはしょうがないんだけど、そうは言っても取るに足らない裁判たくさんやっていくと国家予算の無駄ですよね。そのために訴訟要件って概念があるんです。裁判所で事件を取り上げてもらうための要件。例えば、もし全然無関係の C が裁判を起こしたら、 C さんがおせっかいで BA にお金返してやるって裁判を起こす。これはね、意味がない、あなた関係ないでしょっていうことで、訴訟要件がない裁判ということになります。なので、これ却下判決が出るということになります。で、この訴訟要件って民事訴訟法とか行政法とかいろんな科目ですっごい大事です。これ考え方分かれるんで、いい悪いの問題じゃないんだけど、例えば原子力発電所ってありますよね。この隣に住んでる人が原子力発電所をやめろっていう裁判をやるのと、全然関係ない遠くに住んでる人がやるのって話違いますよね。それも訴訟要件の問題なんですよ。かなりこれ複雑です。ただ、とりあえず今の段階では訴訟要件、取るに足らない事件を取り上げないための要件で、訴訟要件がないと却下判決で、これよくね、門前払いって言います、却下判決。要するに中身に入らないで、あなたは裁判やる資格ないですよってやるから門前払いと言います。いいでしょうか。じゃあ、訴訟要件があったとして中身に入っていきましょう。それがかっこいい本案の審理です。本案の審理はまず弁論手続き、これは事実の主張です。 A は B と車を100万円で売る売買契約を結んだことを主張した。こういった事実を主張していくのを弁論手続きと言います。でね、ここでよく一般の方々と話してて勘違いされて、ここの事実は真実っていうニュアンスを含みません、必ずしも。事実って言うとみんな真実と思っちゃいますよね。でもこれは違うんですよ。原告がこう主張している事実と、被告がこう主張している事実って当然違うじゃないですか。彼らが主張している事実をここでの事実と言います。だから真実かどうかっていうのは必ずしも含んでいない。それがポイントです。で、ここでの事実ってどっちかっつうとね、この話なんですよね。事実と評価って話です。法律学ではこれをすごく区別します。他の学問もそうなんだけど、ここでは事実は真実という意味ではなく、評価と対立している概念です。何かというと、契約書を書いたっていうのは評価じゃなくて事実ですよね。でも、彼は正しいっていうのは評価ですよね。この2つを区別してください。なぜかというと、契約書を書いたかどうかっていうのは、例えばね、神様の目視線で何か証拠があれば、これイエスかノーか、真実かどうか判定できる。これが事実。でも、正しいかどうかっていうのは人の考え方、評価です。この2つが違う。この2つはぜひ区別をしておいてください。2つを区別で、評価と違うよって文脈での事実です。ここは。いいでしょうか。じゃあ、次行きましょう。で、次は証拠調べ手続き。これは事実の立証です。これ証拠出す。
A は主張した事実を立証するため契約書を提出した。でこれもね、民事訴訟法ではしっかりやるんですけど、事実の主張と立証ってのも分けます。売買契約があったんだっていう事実の主張、契約書書いたんだって主張と契約書を出す行為ってのはちょっと違いますよね。だからそれも区別していく。でさらに売買契約の事実は代金を求める A が証明しなければならないと決まっています。これ民事訴訟法でやるんで、今はねそんなもんなんだと思ってください。ただちょっと考えればこれそんなに難しくない。だってね、代金求める側が売買契約立証しないと大変なことになりません？請求された側が売買契約ないんだよって証明しなきゃいけないとすると、これ言いがかりする人たくさん出てきますよね。だからお金請求する側が証明しなさい、まあ、そういう話です。で今はそこが本筋じゃなくて、この A が証明しなければならないことを法律用語でこう言います。 A に立証責任がある、あるいは A に証明責任があるって言っても一緒のこと。立証責任がある、あるいは証明責任があると言います。この言葉もなんとなく知っておいてください。立証責任、証明責任で、もし A が証明できなければA が裁判で負けるってことになります。立証責任、証明責任がある人が証明できないと負けます。でこのあたりの用語、司法試験の方は民事訴訟法でやりますけど、あの総合職を目指している方、あの民訴やらない方でもこれ行政法で使うんで、ここでしっかり学んでおいてください。あと次の米印、どの証拠を信頼して認定の資料とするか、またその証拠をどの程度信用するかについては裁判官の自由な判断に任せられている。これを自由信証主義と言います。これどういうことかというと、 A さんと B さんのサインがある契約書がある、これを見て裁判官は A と B は売買契約を結んだんだと判断してもいいし、いやこれ筆跡が違うから偽造だって判断してもいいんですよ。それは裁判官が判断できる。これは自由信証主義と言います。まあ、ふーんと思っておいてください。では次、丸三、訴訟の終了です。裁判官が判決を言い渡します。で和解になることもある。で和解というのは何かというと、当事者同士が譲り合って解決する。まあ、100万円請求してるけど、例えばね80万円の支払いで手を打ちましょうとかね、そういうのを和解と言います。まあそんなものもあるんだってことです。で訴訟要件で負けたら却下判決という名前です。で法案審理で負けたら請求棄却判決と言います。で請求飛ばして単に棄却判決ということもあります。で原告が勝ったら請求任用判決、単に任用判決ということもあります。こういった用語慣れておいてください。で丸四、上訴で不服がある場合は控訴上告します。あの1回目は控訴、2回目が上告です。地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の3段階が原則で、地方裁判所から高等裁判所に行くのは控訴、高等裁判所から最高裁は上告っていう言葉になります。でこれが結構大事で、第一審控訴審は事実審であるが、上告審は法律審である。これはね知っといた方がいいです。今の段階で事実審って何かというと、事実の主張や簡単に言うとね証拠調べができると思ってください。要するに第一審控訴審は証拠出せるんですよ、事実審だから。で上告審は法律審ってのは法律上の主張だけやる、だから証拠出せないんですよ。ここでちょっと見えてきたことありません？よくね裁判で負けた人がまだ最高裁があるって言ってる人いるんですけど、最高裁はねほとんど勝てない。でまあいろんな理由があるんだけど、その一つこれ、新たな証拠は最高裁出せません。だって法律審で法律上のことしかやらないから、自立審である程度決まっちゃうっていうのはあります。まあふーんと思っておいてください。じゃあ次行きましょう。刑事裁判です。ケース、A は B 商店から1万円相当の品を盗んだ。 A には前科があり悪質性が高いと検察官が判断したため、検察官が控訴提起した。刑事裁判にかけることを控訴提起と言います。5ページ目、括弧1、刑事裁判とは、
黒ポチ刑事裁判、刑事訴訟とも言います。これはある行為が犯罪に当たるかどうかを判断し、犯罪に当たる行為をした者に対して刑罰を加えるための裁判を言います。で、次で、刑事裁判は国家で、これ検察官っていう公務員が国家を代表します。国家、まあ国家を代表する検察官と被告人のバトルということになります。で、これね、刑事裁判もあくまで検察官と被告人の戦いなんですよ。ただこれ被告人は弱い立場にあるので弁護士をつけることができます。これを弁護人選任権と言います。で、このあたりもね、刑事訴訟法でしっかりやるんだけど、これね、検察官と被告人の立場の差って歴然です。あの、検察官っていうのはもちろん法律が詳しい、被告人は一般的に言って法律に詳しくないってのはあるんだけど、それ以上に国家権力ですよ、検察官って。国家権力っていうのは警察官とか使って徹底的に捜査して証拠をたくさん出せるから強いに決まってるんですよ。で、国が強すぎるから被告人が弱すぎるとバランスが取れないから、こっちを押し上げてやるために弁護人がいる、そんなイメージですね。で、過去に刑事裁判になるまでの基本的な流れ、まず犯罪があるんじゃないかと思うと警察が捜査します。で、その後検察官が捜査します。で、警察と検察の違いはなんとなくでいいんで知っておいてください。犯罪捜査するのは基本的に警察官で、検察官は起訴っていって刑事裁判にかける人が検察官です。ただ検察官も捜査はできます。ただね、あんまりしない。警察が捜査したものを補充でちょっと捜査をして、検察官が起訴して刑事裁判にする。で、検察官は犯罪者を刑事裁判にかけて裁判をやる人、これが検察官という職務です。あとね、これもね、知らない方知っておいてください。逮捕は証拠隠滅を防ぐために被疑者の身柄を拘束するものであり、刑事裁判の条件ではない。別に犯罪を犯した人は逮捕しなくても裁判にかけれます。在宅事件って言うんですけどね。これももう常識にしておいてください。で、あと起訴するか否かは検察官が決めます。これね、起訴便宜主義って言います。これどういうことかっていうと、検察官はね、竹山っていう人を逮捕して、こいつ悪いやつだ、起訴しようとしたんだけど証拠がないから起訴しない、これは当然できるわけです。あとね、この人絶対万引き10件ぐらいやってんだけど反省してるから今回は起訴しない、これもできるんですよ。これを起訴便宜主義って言います。ただね、起訴便宜主義貫き通すと、竹山はすごい悪いやつなのに検察官が友達だから起訴しないとかね、もっともうちょっとリアルな話すると、まあ政治家だから起訴しないとかあるかもしれないじゃないですか。そこで不当な不起訴に対するコントロールとして検察審査会っていうのがあります。これ検察審査会っていうのは検察官の不起訴処分、起訴しなかった処分を市民が審査するもの、まあこんなものもあるんだ、ふーんと思っておいてください。じゃあ、加古さん、刑事訴訟の流れです。で、少し見ときましょう。で、冒頭手続きってあります。で、ここでの法ってのは刑事訴訟法です。ここでいう法は、で、せっかくなんで条文引く練習も兼ねて刑事訴訟法を引いておきましょう。で、総合職目指す人は刑事訴訟法試験範囲ではないんですけど、一応知っておいた方がいいのでやっておきましょう。知っておいた方がいいっていうのは、一般教養の社会科学とかで聞かれることがあるので、やっておきましょう。刑事訴訟法の291条。刑事訴訟法291条1項をご覧ください。検察官はまず起訴状を朗読しなければならない。そんな条文があります。ただね、ここのレジュメに書いてる通り、起訴状朗読の前に人定質問ってのがあります。この規則ってのは刑事訴訟規則なんだけど、細かすぎるんで今は読みません。これ刑事訴訟法の授業であります。その前に人違いじゃないか質問するんですよ。これは要するに、あなたの名前は、書かなくていいですよ、これは別に条文に載ってるんで、あなたの名前は、住所は、本籍は、生年月日は、職業はって聞いていく、これが人定質問で、その次に起訴状朗読、検察官が起訴状を朗読します。
例えばこんな感じ、別にこれも書き留めなくていいんだけど、例えば私が被告人だとして、被告人は、令和3年1月3日、午後10時ごろ、なんちゃらにあるセブンイレブン店内において、菓子パン200円相当を摂取したものであるみたいに、この人がどんな犯罪をやったのか起訴状を読みます。で、次に権利告知、あなた日には黙秘権がありますってやつです。291条4項を見てください。裁判長は起訴状の朗読が終わった後、被告人に対し終始沈黙し、また個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨、その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し被告事件について陳述する機会を与えなければならない。要するに、あなたには黙秘権がありますとか権利の説明をして陳述する機会、喋らせる機会を与えるということです。で、喋らせる機会を与えるというのは、この罪状認否って言葉で表現されます。要するに被告人に聞くんですよ。起訴状に書いていることに間違いありませんかって。間違いありませんという人もいれば無罪ですという人もいます。で、ここでわざわざ係争の条文を引いてもらったのには訳があります。で、これからね、学んでいく上で今の291条4項をもう一回見てください。裁判長は起訴状の朗読が終わった後、被告人に対し終始沈黙し、また個々の質問に対し真実を拒むことができる旨、その他裁判所の規則で定めるって書いてますね。これ書いてると規則見ないと正確な意味分かりますよね。で、これから法律の学習するにあたって規則で定めるとかね、なんちゃら例で定めるとかいっぱいあるんですよ。その場合はその条文に当たってください。そんなこと言われたって規則って何っていう人いますよね。大丈夫です。学習用論法だとね、この291条4項の左側に参照条文ってあって書いてるんですよ。どこに飛びますかってのちゃんと書いてます。で、これはね、ちょっと見ましょうか。規則の定めってどっかに書いてあって、刑事訴訟規則197、まあいろいろあって分かりにくいと思うけど書いてるんですよ、参照条文で。これは知っといてください、この知識で。せっかくなんで刑事訴訟規則197条というのを見てください。刑事訴訟規則です。刑事訴訟規則197条、まあ載ってなかったら耳で聞いておいてください。刑事訴訟規則197条、裁判長は起訴状の朗読が終わった後、被告人に対し終始沈黙し、また個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨のほか、陳述をすることもできる旨、要するに喋ってもいいよってものを説明しなきゃいけない、および陳述をすれば事故に不利益な証拠ともなり、また利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。確かに刑事訴訟法よりも詳しく書いてある。だからあなたには黙秘権があって、全部黙っててもいいし発言してもいい。でも発言したことは有利にもなり不利な証拠にもなるってことを説明しなさいって規則で書いてるんです。いいでしょうか。じゃあ戻ります。じゃあ次、刑事裁判の流れです。まれに証拠調べ手続きです。で、その後検察官が冒頭陳述というものを行います。もう法律だけ聞きましょう。刑事訴訟法296条、ご覧ください。証拠調べの初めに、検察官は証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。ただ証拠とすることができず、また証拠としてその取り調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見または予断を生ぜしめる恐れのある事項を述べることはできない。これどういうことかというと、例えばね、さっきの菓子パン盗んだ事件で竹山君がやってませんって言った。そうすると検察官はやったことを証明するために、例えば防犯カメラの映像とかの証拠を調べますみたいに言うんですよ。それがこの冒頭陳述で、犯罪事実に関する立証、証拠を出して証明していく。あと情状に関する立証、まあ、無罪争ってる事件はあんまりないんだけど、認めてる事件ね、やりましたって言ってる事件で、例えば反省してる証拠とか
被害弁償した証拠とか、それを情状に関する立証って言います。で最後被告人質問、被告人にいろいろ聞きます。311条を見てください。被告人は終始沈黙し、または個々の質問に対し供述を拒むことができる。これは黙秘権ってやつです。で2項を見てください。被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。これで被告人に最後に質問していくということです。で6ページ目見てください。最後丸3、弁論手続き。まず検察官の論告求刑です。293条1項ご覧ください。293条1項刑事訴訟法ですね。証拠調べが終わった後、検察官は事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。でこれ論告求刑ってよく言うんですけど、どういうことかっていうと、論告はなんで被告人が有罪と言えるか、証拠に基づいてこういう証拠があるから有罪なんだって言って、どれぐらいの刑罰がふさわしいか、求刑求めていくわけです。次、弁護人の弁論。これ293条2項です。被告人及び弁護人は意見を陳述することができる。で弁護人の弁論は、被告人が無罪を争っているのは何で無罪なのかを説明する、あるいは有罪だとしてもどれぐらいの刑がふさわしいのか弁護する。これが弁論で、被告人も最後に述べる。被告人の最終陳述があって弁論終結です。弁論終結というのは、裁判審理がここで終わるってことで、あとは判決だけって状態になるってことです。で判決宣告です。342条引いてください。刑事訴訟法です。判決は公判廷において宣告によりこれを告知する、言うんですね。言って判決になります。刑事裁判で米印、合理的な疑いを超える程度の証明をしな検察官がしなければ有罪にできない。でこれね、立証責任は常に検察官にある。これ覚えておいてください。刑事裁判では被告人が有罪だって証明は検察官がしなきゃいけない。で有罪だって証明ができなければ無罪です。でこれよくこう言われます。疑わしきは罰せず。例えばね、竹山くんが刑事裁判にかけられてて、絶対やってたら黒ですよね。やってなかったら白ですよね。で怪しいのはグレーですよね。でポイントは、黒だったら有罪だけどグレーは無罪なんですよ。やったかやったかよく分かんなかったら無罪になる。これが刑事裁判、ぜひ覚えておいてください。疑わしきは罰せずです。この理由は刑事訴訟法でやるんですけど、いろいろ言われてます。まず一つは、人を罰するというのはすごく、重いことだから、やっぱりグレーだったら罰さない。あるいは警察ってすごい組織なんですよ。警察がこう総力を上げて証拠が出てこなかったんだったら、グレーになったんだったら、それはもうやってないものにしようとか、いろんな説明はありますけど、とにかくグレーは処罰されません。覚えておいてください。あと自由心証主義が刑事裁判でも採用されている。これは不運ってことでいいです。では次いきましょう。4、行政処分と行政訴訟ケース。 A はよそ見をして運転していたので、 B を車で跳ね怪我を負わせた。 A は B から損害賠償を求められた。 A は自動車運転過失致傷罪で起訴された。 A は運転免許の停止処分を受けた。これね、運転免許取ったことのある方、大抵教習所で習うんですね、この事例。要するに、交通事故を起こしちゃったら大変なんだよ、3つの責任を負います。1つは民事責任、民事裁判で訴えられてお金取られる。刑事責任、処罰される。で3つ目が行政責任ってやつで、これなんですよ、運転免許の停止処分。これが行政の話です。でここで行政処分って概念を知っておいてください。行政が法律の規定に基づいて
国民の権利を制限し、あるいは義務を課す処分を行政処分と言います。この運転免許の停止処分って行政処分の典型だって。これ運転してはならない義務を負うんですよね。あるいは運転する権利を剥奪するって言ってもいいです。権利とか義務、権利奪ったり義務を課したりするから行政処分です。他にですね、行政処分身近なのたくさんありますよ。食中毒を起こした飲食店は営業停止命令を食らうみたいなこと聞いたことあるかもしれないけど、あれも行政処分、営業しちゃダメですよね。行政が一方的に課している行政処分です。で、行政処分の取り消しを求める訴訟と、他にもありますけど、これが典型、これを行政訴訟と言います。で、行政事件訴訟法っていう法律が、行政訴訟を定めています。はい、ここでなんで行政事件って民事事件の一部なんでしょうか。ありましたよね。どこにあったかというと、戻ります、3ページ目、ここ、下から1,2,3,4,5,6、あ、ごめんなさい、2ページ目の下から6行目、2ページ目の下から6行目ご覧ください。行政裁判、行政訴訟、行政事件もあるが、広い意味で民事事件に含まれる。これぜひ覚えておいてください。なんででしょう。あの、身も蓋もないことを言えば、民事裁判って権利や義務に関する裁判なんですよ。100万円返せっていうのは100万円返してもらう権利があるってことですよね。で、行政事件もそうじゃないですか。運転する権利があるのかどうかって裁判。だから結局広い意味で権利義務に関わるから民事裁判の一種、そういう捉え方なんですね。とにかく行政裁判は民事裁判の一種なんだってことだけ覚えていただければとりあえず大丈夫です。いいでしょうか。はい、もう大変ですけど、まあ全体構造編も情報量多いんだけど、民法ではもっと多くなります。もう慣れてってください。あとね、法律って一回聞いただけじゃ分かんないので復習も必要です。まあそんなもんだと思って諦めないでくださいね。諦めないことが長丁場なんで大事です。ということで、なんでそんな話したかというと、セクション3大陸法英米法、ここからね、法哲学っぽい話に入ってくるんですよ。あの、非常に難しいんですが、実はですね、司法試験、予備試験、ロースクール、あるいは総合職に出るレベルだとそんなに難しいところまで問われませんので、とにかくざっくり概念理解していただければいい。大陸法と英米法で、これ世界レベルで見ると、近代的な法は大陸法と英米法という2つの法系に分かれる。大陸法、コンチネンタルローっていうのは、これヨーロッパ大陸っていう意味です。だからドイツとかフランスとかイタリアとか、そういう話。英米っていうのはイギリス、アメリカね。で、もちろんこの現代世界においては他にイスラーム法、まあ、イスラム法はまたね、クルアーンから来るんでまず全然違うし、あと共産主義の法とかいろいろあるんですけど、まあ、それはちょっと置いておきましょう。近代的な方は大陸法と英米法、この2つに分かれます。で、これ、ね、全然はっきりと違います。で、大陸法、大陸法はローマ法とゲルマン法の融合によってできたといえる法系である。で、この法系に属する国は、もう最初に言っちゃいます、日本も、まあ、法律によるんですけど基本的には大陸法です。で、一般に成文法主義を採用している。成文法主義って何かというと、法律が文の形になっている、条文の形になっていることを言います。例えばさっき刑事訴訟法を散々見ましたけど、全部文になってますね。これが成文法主義といって大陸法の国です。一方、英米法、英米法はゲルマン法、アングロサクソン法を起源とする法系で、アングロサクソン諸国で採用されている。で、一般に判例法主義を採用している。もちろん文書の形になっている法律、イギリス、アメリカでもあるんですけど、基本的にね、条文になってないんですよ。で、この時点で頭割れそうになりません？意味わかんないじゃないですか、法律が書いてないって。それはね、私も含めて皆様方がどっぷりと成文法主義、大陸法の国に染まってる証拠なんですよ。だから意味わかんないですよ、英米法って。だって当たり前じゃないですか、法律って文章で書かれてるの。文章で書かれてない法律っておかしいじゃないですか、ってのが大陸法の発想で。判例法主義って何かというと、何か事件があって裁判になると、こう裁判官こうやるんですよ。うん、
この事件に似てる過去の裁判はないかなって探し始めて、これが似てるからこれを使おう、バーンってやるんですよ。過去の裁きはこうだったからこうだみたいな。これを判例法主義って言います。よくわかんないけど、とりあえずそういうもんだと思ってください。そのからくりは後でやります。でとりあえず先行きましょう。大陸法と英米法の比較です。大陸法、代表国はドイツ、フランス、ヨーロッパ大陸です。で日本もドイツ法とフランス法の影響を色濃く受けてます。民法と刑法なんかは基本的にドイツが中心で、フランスのエッセンスが入ってます。で法制度は当然成文法主義で、遠隔としてはローマ法系種。ローマってのがヨーロッパ大陸ですね。でこれローマ法から来てるんですよ。ローマ法ってね、あんなに古代にあったのに、これも成文法、条文の形だったんです。それから来てるわけですよ。ローマ法系種です。でちょっと脱線しましょうか。たまにはいつも脱線ですけど、商法って法律あると思うので見てください。商法、まあ、商売絡みの方なんですけどね。商法、ちょっとローマ法って話が出てきたんで商法を引いときましょう。商法って法律をまず見つけていただいて、商法見つけたらね、596条1項って見てください。商法596条1項こう書いてます。旅館、飲食店、浴場、その他の客の来襲を目的とする上屋における取引をすることを業とするもの、以下この説において上屋営業者というは、客から帰宅を受けた物品の滅失または損傷については不可抗力によるものであったことを証明しなければ損害賠償の責任を免れることができない。まあなんか難しいこと書いてますけど、ざっくり言うと、こう旅館とか飲食店とか公衆浴場の人がお客さんから物を預かると、基本的には損害賠償しなきゃいけないって条文ですよね。壊れたとしても、これ旅館の経営者にとってはかなり厳しい責任です。でこれをね、レセプツ無責任って言うんですね。まあ、これは商法でやるんですけど、なんか見えてきましたね。でなんで旅館経営者こんなに厳しい責任を負わなきゃいけないのか。お客さんが荷物ね、預かってくれって言ってせっかく預かってあげたのに、ちょっと壊れたら全部損害賠償しなきゃいけないのか。これはね、ローマ法からの遠隔なんですよ。レセプツ無責任、これローマ法から来てるんです。実はこういうふうに日本の法律にもローマ法残ってます。なんかね、ローマでは公衆浴場があったのか聞いたことある人もいるかもしれないけど、そういうのはずっと残ってるんです。こういうふうにローマ法遠隔があります。まあ、これ自体はね、商法596条1項自体は商法でやりますけど、まあ一応知っておいてください。はい、じゃあレジュメに戻ります。英米法、代表国イギリス、アメリカ、まあ英米ですね。で法制度、判例法主義、さっきやった通り、まあ、成文法はある分野もあるんだけど基本的になくて、過去の判例引っ張ってきて似た事例はこれだからドーンって判断をするのが判例法主義です。で遠隔、コモンローから発展、あのイギリスとかアメリカに、特にイギリスにある昔の法律をコモンローって言います。まあそういうもんなんだと思ってください。じゃあ次、黒ポチ、大陸法系の諸国では抽象的な原則を樹立した上で、それを具体的事実に演繹的に適用するという手法が用いられる。何言ってんでしょうね。民法709条を引いてください。民法709条、さっきもやりましたけど、あのレジュメの1ページ目でもいいですし、6法でもいいです。民法709条、民法709条、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を。でこれはまあまあ抽象的ですよね。
で、抽象的なことのメリットとデメリットは？あ、これ、真剣に書くようなことじゃないんだけど、デメリットとしては分かりにくいってあるんだけど、メリットとしては、いろんな事例に応用できますね。だって、この条文って交通事故で跳ねられた人も使えるし、例えば、犯罪者に殴られた人だって使えるし、物を盗まれた人だって使えるし、船の事故だって飛行機の事故だって使えるし、割と何でも使えるんですよ。それが大陸法。このように抽象的な原則、まさに今の民法709条みたいなものを樹立、作った上で具体的事実に演繹的に適用する。いろんな事実に適用するという手法が用いられる。今まで講義でやったのは大陸法の手法でした。一方、英米法の諸国は、ある事件が起こると、その先例となる事件を探し、そこから機能的にその事件に適用すべき方言令を見出すという手法が用いられる。一言一句覚える必要は全くありません。要するに、英米法の国々では事件が起こったら、過去の似たような事件の判決を探してきて、これだって使うわけです。それが英米法です。で、日本は民法、刑法などをはじめとして、基本的には大陸法系に属します。これ、歴史好きな人、日本って明治維新の直後はドイツとかにたくさん留学行ってた、そういう影響が強いです。正直ドイツとかフランスに留学行ってたので、基本的には大陸法系に属します。ただし、憲法刑事訴訟法とはアメリカ法の影響を大きく受けてる。日本国憲法っていうのは戦後アメリカに占領されてできたから、アメリカ法の影響強い。あと、その時に刑事訴訟も変わったので、刑事訴訟法もアメリカ法の影響を大きく受けています。ということで、ついに大陸法と英米法に来ました。ただね、種明かしがあるのでね、大丈夫です。後半もうちょっと見通し良くなります。それではここで10分間休憩いたします。お疲れ様でした。それでは後半始めていきます。7ページ目の下から6行目に、法の支配と法治主義というところを見てください。で、この2つの考え方があって、これは国民の権利自由を権力から守るための2つの考え方があるということです。で、権力ってのは国家権力です。でね、これって憲法でもやる考え方なんだけど、基本的に法律っていうのは、国家権力は暴走することがあるって前提に立ってるんですよ。だから、国家権力が暴走して何か国民の自由を侵害する可能性があるから、その権力の暴走から守るための2つの考え方があるということです。で、この権力っていうのは、三権分立で聞いたことあるかもしれないけど、これ、立法権、行政権、この司法権、3つ合わせて権力です。全部権力です、これ。で、この3つが国家権力です。で、この3つの国家権力から、国民の権利自由を守るための2つの考え方があります。三権分立なんかも思い出しておいてください。じゃあ次行きましょう。まず法治主義という考え方があります。法治主義は、行政権に対する不信から生まれたものです。で、行政権を議会が作った法律で縛ることが目的です。一方で、法の支配は行政権と立法権に対する不信から生まれたもの。行政権と立法権、時には司法権も自然法、憲法によって縛ることが目的で、この4行を理解できたら、大体これ理解できます。ちょっと詳しく見ていきましょう。8ページ目です。まず、法の支配です。
で、法の支配は英米法的発想です。法の支配は、支配権力は法のもと、この法っていうのは法律の法じゃなくて、もっと広い意味のルールです。のもとに置かれ、その定めに従って、行使されなければならないという原理で、イギリス起源です。で、支配権力とは、法律を作る立法権、法律を執行する行政権、裁判を行う司法権に分類できます。で、法の支配のイメージはざっくりと言うとこうです。法の支配のイメージ。あのね、自然法、正しい法っていうのがあるんですよ。これがこの立法権が作る法律よりも上にあるんです。立法権ってのは日本でいう国会でこれ法律作ります。これよりもはるかに上位に自然法、正しい法律っていうのがあって、この3つの権力を自然法、正しい法がこれ縛るんですよ。これが法の支配のイメージです。で、じゃあこの自然法、正しい法ってどこに書いてるのっていうと、思い出してください。ここは成文法の国じゃないので書いてません。自然法ってのは書かれてないんですよ。書かれてないんだけど、なんか自然法、正しい法っていうのが上位にあって、それを立法権、行政権、司法権全部縛るのが法の支配ということです。はい、で、大陸法にどっぷり使ってる我々にはよくわからない概念です。で、ちょっとずつね、明らかにしていきましょう。まず日本は大陸法なんだけど、裁判って誰やります？あの裁判員制度ってやつが国民参加するんだけど、あれを除いてはプロの裁判官がやりますね。あれ職業裁判官って言います。だから大陸法の国の裁判っていうのは職業裁判官が書かれた法をもとに判決を下す。これが我々の裁判のイメージです。しかしながら英米法の裁判全然違う。基本的にね、あの職業裁判官がかかることなんだけど、陪審制なんですよ。要するに国民が決める。でね、すっごい分かりやすく語弊を恐れずに言うと、英米法の裁判は民主主義です。どういうことかっていうと、 A さんと B さんがそれぞれ演説して自分が正しいと思った方を選ぶ。これが裁判の本質です。英米法の。で、身も蓋もない話を言うと、法はその正当化のツールに過ぎない。だから私は A さんが正しいと思う。内心は感動したからかもしれないけど、それだと法にならないから、過去の判例法もこう言ってるんだって理屈付けなんですよ。だからこれはあくまで理屈付けで、英米法の裁判何やってるかというと演説やってるんです。自分がいかに正しいかって演説をぶつけて正しい方を選んでる。でもなんでそれが正しいかというと、自然法があって、神の法とも言うんですけど、神の法があって、それがそう言ってるからだ。これが英米法のイメージです。じゃあもうちょっといきましょう。で、この法の支配は国民の権利自由の法を重視する視点に立っている。なぜかというと、イギリスって昔王様がいて今もいます。で、王様は行政権を持ってますけど、王様よりも上がいるんですよ。だから王様が変なことをすると自然法に反したということで、王様さえ制約されるということで、国民の権利自由の保護を非常に重視している。あとね、法の実質的な内容に関心が強い。つまり法律でこう書かれてるからこうなんだじゃなくて、あくまで実質的に見て、こっちの方が公平だから、正義にかなってるからこうなんだという結論ありきなんです。それは実質的判断ができるというメリットもある。で、さらにこれ、法を発見する
裁判所が法の担い手として重視される。これすごく大事という特徴がある。なぜか、はい、自然法って自然法、自然法っていうことは誰が自然法だって認定するんですか。これ裁判所ですよね。だって裁判する人がこれが自然法だって発見してくるわけだから。だから結局自然法ってのは裁判所が決めてるんですよ。だから裁判所が法の担い手として重視される。しかもその裁判所は陪審制度だったら国民なんかが発見してくるわけです。つまり英米法の三権分立の司法権と立法権の分離っていうのは判断する人が違うっていうのに特徴がある。要するに裁判官と国民って分け方じゃなくて、国民みんなで法律を作った。で、国民の別の国民の集まりが裁判をする、分けてる点に特徴があるだけなんですね。で、あとこれ、法制定権力たる立法権に対する抑制原理としても重要な意義を持っている。で、これは英米法の国でも立法権が法律を作ることはできます。成文法を作ることできるんだけど、これとこれ対立するから、立法権をかなり強く縛っているということを言っています。いいでしょうか。で、これね、話を突き詰めると英米法は国会の貴族院とこう司法官が一緒だったりする歴史とかいろいろあって難しいんですけど、とにかくね、今の話で少しだけざっくり見えてきたら、この太字中心に押さえていけばなんとかなります。権利自由の保護を重視、法の実質的な内容に関し、裁判所が法の担い手として重視、そういうことになります。で、さらにちょっと7ページ戻ってください。で、ここに書いてる通り、7ページ下から2行目、法の支配は行政権と立法権に対する不信から生まれたもの。これなんですね。なぜかというと、自然法を発見するのは裁判所で、裁判所が重視されるから。で、行政権と立法権、時には司法権も自然法、憲法によって縛ることが目的で、これイギリスの歴史なんです。イギリスの歴史はもちろんね、これ勝者の側から見た歴史なんで、いろんな考え方があるけど、基本的に王様が暴走して行政権とか、あとは立法権も当時握っていて好き放題やっていた。それを何とか縛るために法の支配が考えられた、そういう歴史です。次、8ページ目、過去に、形式的法治主義です。形式的法治主義とは、行政権力や司法権の源泉を議会の定める法律に求め、これらの権力行使は法律に基づかなければならないとする原理。いいですか。これ法律ね。法と法律書き分けてることに注意してください。法の支配の方は法律ではありません。この法律は立法権が作ったルール。日本でいうと国会が作ったルールです。19世紀のドイツ期で、形式的法治主義のイメージはこうです。形式的法治主義のイメージは、立法権が作った法律で行政と司法を縛る、こういうイメージです。で、基本的に形式的法治主義は大陸法なので成文法です。日本でいう国会が作った法律で行政権と司法権を縛る、これが形式的法治主義のイメージです。で、見ていきましょう。
形式的法主義とは行政権力や司法権の源泉を議会の定める法律に求め、これらの権力行使は法律に基づかなければならないとする原理。19世紀のドイツ起源で、この趣旨は一緒。法の支配と一緒で、個人の権利や自由を国家権力の乱用から守ることを目的。で、国権の最高機関の地位は議会。立法権の担い手を議会と言います。で、形式的法治主義はこの議会が最高です。とにかく議会が最高の機関で、この議会の作った法律で暴走する行政権や司法権を縛ることを目的とする、これが形式的法治主義ということになります。なんで立法権が最高なんですか？なんで議会が最高なんですか？これは簡単、民主主義だから。だって国民のみんなが選挙で選んだ議会が最高じゃないですか。特に大陸法の司法権は職業裁判官で選挙で選ばれたわけじゃないので、やっぱり選挙で選ばれた立法権が一番偉い。非常にわかりやすい。で、ちょっとレジュメ7ページに戻っていただいて、7ページ目の下から4行目、法治主義は行政権に対する不信から生まれたもので、加えて法治主義は司法権もね、あんまり信頼してないんですよ。行政権を、あとは行政権と司法権を議会が作った法律で縛ることが目的で、なんで法治主義の国々は行政権と司法権あんまり信頼されなかったか。これはね、フランス革命なんです。フランス革命ってどんなイメージ持ってます？民主主義をこう勝ち取った素晴らしい革命だっていう人もいれば、たくさんの人をギロチンに送った、もうとんでもないものだっていう考える人もいますよね。で、後者のイメージでちょっと考えてみましょう。これっていうのはフランス革命っていうのは確かに民主主義勝ち取ったんですけど、一方で恐怖政治、これね、行政権が司法権と結託してたくさんの人をギロチンに送ったっていうイメージがあるんですよ。だから行政権と司法権で信用できないんだっていうのがちょっとあるんです。そこでやっぱりみんなが選んだ、選挙で選んだ議会は最高だけど、こいつらは議会で縛んなきゃいけない。これが法治主義の発想なんですね。いいでしょうか。で、こういった違いがあります。で、それを比較すると、括弧3、法治主義と法の支配の比較。形式的法治主義、原理、これはさらっと言えばいい。行政権と司法権を議会の定める法律のもとに置き、これ法律ね、法じゃなくて、行政権と司法権の行使は法律に基づかなければならないとする考え。で、起源は大陸起源で19世紀頃から。で、議会が最高機関。で、行政権と司法権がこれに服従が形式的法治主義。で、法の支配は支配権力、立法権、行政権、司法権は全て法。これは法律ではない。のもとに置かれ、法に従って行使されなければならないという考え方で、イギリス起源17世紀中頃から。で、特徴としては法の支配、この法は全ての権力の上にいるから、立法権、行政権、司法権全てに対する抑制原理で、法の実質的内容に関心がある。で、あくまでもどちらも国民の権利自由を保護するという目的は同じです。で、ただね、この2つの対比でよく試験では聞かれるんだけど、形式的法治主義は、一時期ですね、破綻するというかダメだって言われました。これはナチスドイツがですね、あれは完全に正当な選挙に基づいて選ばれちゃったんだけど、立法権も暴走するって分かったからです。つまりナチスドイツのところで立法権暴走されたらこれはどうしようもないので、これ立法権の暴走を防ぐために、ナチスドイツは立法権が暴走したパターンですために、これ実質的法治主義ってものに今のドイツやフランスは移行しています。立法権の暴走を防ぐために実質的法治主義に移行している。実質的法治主義ってよく8ページの下から2行目にも書いてます。
で、下から2行目、現在のドイツやフランスでは議会も憲法で縛られるという実質的法治主義の考え方が採用されている。で、これ憲法でしっかりやりますけど、形式的法治主義の上に憲法っていうのを置いて、憲法が議会を縛るみたいな実質的法治主義に今は変化しています。だから法の支配に近いです。法の支配は上に自然法がある。実質的法治主義は上に憲法がある。ただ自然法っていうのは書かれてない。憲法っていうのは成文法の国だと書かれているとか、そういった細かい違いはあります。で、これ以降は憲法でやります。まずはね、この形式的法治主義と法の支配の違いをざっくり理解していただければ十分です。 いいでしょうか。細かく理解しようとすると、正直英米法とかちゃんとやらないと分かんないので、ここはざっくりでいいです。では9ページ目、セクション4、裁判の基準です。で、裁判官が裁判をする際によるべき基準は法律だけではない。法律にももちろん基準です。でもそれ以外にもあるよって話をします。で、ここでその言葉が法源。法源とは裁判官が裁判をする際によるべき基準です。で、分かるのは法律はもちろん法源です。憲法ももちろん法源です。裁判官は使うから。でもそれ以外にもあるよってのが重要です。で、制度上の法源と自律上の法源がある。制度上の法源は裁判官が制度的に従うべきもので、成文法や慣習法がこれに当たる。で、制度的に従うべきものって逆に言うと、従わなければならないものと言います。で、自律上の法源は裁判官が事実上従っているもので、判例や条理がこれに当たる。で、事実上従ってるって難しいんだけど、なんかね、法律で裁判官これに従いなさいと書いてるわけではないんです。でも、なんか従っちゃう。だってね、コロナの時期、日本はマスクしなさいなんて誰も法律で言ってないんですよ。でもなんかしてますよね。それと一緒。そういうことです。事実上従ってる。決まってるわけじゃないけど従っちゃう、そういう話です。じゃあ2、成文法括弧制定法です。括弧1、成文法とはっていうところをご覧ください。で、成文法、これ字の成り立ちの通り文章でなってる法律、我々大陸法の国では成文法が普通です。で、これ制定法とも言います。これは公的機関によって制定され、文章の形に表現された法律。私たち日本人が馴染んでいる法律は成文法です。大陸法の国々の法律です。で、対義語として不文法があります。日本は原則不文法はありません。で、成文法は上位の法規に抵触する下位の法規は効力を持たないっていうルールがあって、これ成文法の段階構造と言います。で、法令の種類で、これ段階構造を見るにあたって、これ重要です。まず法律って何かっていうと、議会。議会っていうのはどこの国でも通用する一般名称で、立法権の担い手を議会って言います。で、日本では議会のことを国会と言います。だから一般名称は議会、日本では国会が制定した法規範、規範というのはルールのことを法律と言います。で、次、政令。この辺の言葉全部覚えてください。政令はね、内閣が制定した法規範です。内閣ってイメージ湧きます？今イメージだけでいいですけど、総理大臣と各省大臣の集まりの合議体、みんなで決める。このみんなで、内閣みんなで決めたのが政令です。で、省令っていうのは各省の大臣が主任の行政事務について制定した法規範。例えば、財務大臣だけで決めたのが省令。なんか見えてきますよね。政令の方が省令より上の気しますよね。内閣みんなで作ってるから。で、命令って概念覚えておいてください。命令は政令足す省令、合わせて命令です。要するに行政が作ったルールみたいなニュアンスです、命令は。 で、法令って言葉も覚えておいてください。法令は法律プラス命令です。なので、よく契約書なんかは、この契約書の各条項は日本の法令に従って解釈されるみたいに書いてるんだけど、法令っていうのは法律プラス命令、要するに日本で従わなきゃいけないルールを集めて法令っていうニュアンスです。
で、これらの用語を押さえていただいた上で、成文法の段階構造、これ常識にしちゃってください。憲法が一番上、次が法律、その次が命令で、最後に条例。条例って知らない方は一番下の行、条例っていうのは地方公共団体の議会が定めた法規範のことを言います。あの東京都は条例作れます、東京都議会で。あとは、例えばここ豊島区でやってるんですけど、豊島区も条例作れます。でもそれってのは国のものよりも下、これを覚えておいてください。あと命令の中の政令と省令は政令の方が上、省令が下です。あと憲法と条約、条約っていうのは国と国の約束なんだけど、これは憲法が上です。ただこれ考え方分かれていて、判例、裁判所の考え方は憲法が上だよって考え方です。これ憲法でやります。でこれもね、常識にしちゃってください。いいでしょうか。特に命令と条例の順序関係間違えないでください。でこれなんでかというとね、命令って例えば財務大臣が一人で決めたものありますよね。でも条例っていうのは地方議会が決めたものです。で地方議会ってみんな選挙で選ばれてます。大臣ってね、国会議員じゃない人もなれます。ってことは条例の方が上じゃないかと思っちゃう人いるんだけど、違うんですよ。国の方が上なんです。なぜかというと、日本国は日本国内でルールは統一しなきゃいけないから、国の方が上になります。ここだけは特に命令条例の上下関係は意識して押さえておいてください。いいでしょうか。あとさっきやった通り、成文法の読み方、条文は条項号の順番で来て、あといきなり条号となっているものもあります。民法95条ちょっと見ときましょう。前半の復習です。民法95条見てください。民法95条です。民法95条1項、意思表示は次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引所の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができる。ここが1項の柱書きで、次の1項、意思表示に対応する意思を書く錯誤、このように1項1号、上項号になっています。ただここに書いてた通り、いきなり上から号になるものもあって、会社法って法律の2条を引いてみてください。会社法の2条です。会社法の2条、あの項がないやつです。これ会社法2条、この法律において次の各項に掲げる用語の意義は当該各項に定めるところによる。1号、項がない、あります。会社、株式会社、合名会社、合資会社、または合同会社、まあ、こんな条文の構造もあるんだ。でこれは知っておいてください。でどんどん慣れていってくださいね。でその他セブンサミット暇だったら11ページを後で見ておいてください。ではどんどんいきます。次、慣習法。慣習法とは慣習のうち法としての効力を認められるものを言う。で不文法である。で日本は成文法の国なんですけど、不文法も認められる場合があります。その一つがこの慣習法です。であんまりないんだけど、例、閣議、これ内閣の会議ね、はの議事は全閣僚一致で決定される。これは慣習法の例だとされます。あの内閣の集まり、閣議ってね、何か物事を決めるときに多数決って考え方もあれば全員一致って考え方も当然ありますよね。3分の2って考え方もあるかもしれない。でこれね、法律とか憲法に書いてないんですよ。書いてないんだけど、これ全員一致っていう慣習があるんです。でこれはみんな従ってるルールだから、もはや法のレベルに達してるから慣習法と言います。ただ慣習法認められるんだけど、これ絶対覚えておいて、慣習法は
成分法に対する補助的な存在だから、成分法と慣習法が矛盾したら成分法が普通は優先します。それは書かれてる方が強い。そういうことになります。これが原則ね。慣習法と成分法を矛盾したら成分法が優先。これが原則。ただ1個だけ違うのはこれ。ただし小慣習は民法に優先する。小法1条2項を見てください。商法1条2項、商事に関しこの法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは民法の定めるところによる。でこれどういうことかというと、商法ってあくまで商売絡みの法だと今思っておいてください。で商法と商慣習だったら当然商法が優先します。なぜかというと成分法の方が上だから、商慣習。ただ民法はこっちより下なんです、商売絡みの時だけね。で民法と商法の関係はちょっと後でやりますけど、これ民法ってのは商売もそれ以外にも適用される法律だから、商売絡みの場合は商法を一番優先適用させて、次に商慣習、商売人同士でいろいろあるから、それを優先して最後に民法って順番にしたんです。これは覚えておいてください。いいでしょうか。で、あと成文法の優位を示した条文がここにあります。成文法に取り入れられた合理的な規定を除いて、公の秩序または善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの、または法令に規定されていない事項に関するものに限り法律と同一の効力を有する。逆に言うと慣習は法令に規定されている事項に関する慣習は効力を有しない。だから慣習ってのは法令に何も決まってないところだったら慣習が有効だよって言ってることで、これは成文法の優位を示しています。まあ、こんなものもあるんだってことを押さえておいてください。まあ、基本的に成文法の優位とさっきのこれ商法商慣習民法の順番だけ覚えておけばなんとかなります。でこのね、法の適用に関する通則法ってちょっと見つけてみてください。法の適用に関する通則法6法で、法の適用に関する通則法。法の適用に関する通則法ですね。で、これその名の通り、なんかいろんな法律に適用されるなんか共通のルールを定めたようなニュアンスあり、受けますよね。でもね、その共通ルールは1条から3条だけなんですよ。でこれはね、ぜひ常識にしておいていただきたいんですけど、この通則法、通則はね、通則部分は1条から3条だけで、で4条以下は国際司法ってやつです。これは司法試験予備試験の選択試験科目にある国際司法です。4条以下、だから4条以下全然話が違うんだなってことを知っておけばいい。で4条以下を国際司法って科目を選択する人はしっかりやってください。で国際司法って何かというと、例えば日本と中国で取引をしてトラブルになった時にどっちの国の法律使うかって話です。
では次行きましょう。4、判例です。で、判例とは講義には裁判例、判決例のことを言う。一番広い意味は裁判所で言ったこと、これを判例と言います。ただ教義にはこれです、判決の結論を導く法的理由付け、判決理由、なんでその結論を取ったかの理由だけを判例ということが多いです。で、さらに再教義、一番狭い理由は最高裁の判決理由だけを判例ということがあります。で、これね、再教義で最高裁の判決理由だけを判例って言った場合は、最高裁の判決理由だけを判例って言った場合はね、下級審は裁判例と言います。この場合は下級審、最高裁以外って意味、下級審の判決理由は裁判例って区別するして読むことがあるので知っておいてください。裁判例、じゃあ次行きましょう。次の黒ポチ。成文法主義をとる我が国では判例は制度上の方言ではない。これ何言ってるかというと、裁判官は判例に従う必要ないんですよ。たとえ最高裁判所の判例でも、司法裁判所の裁判官はいや、あれはおかしい、だから違う判断をする、これいいんです。ペナルティも何もありません。ただ判例変更をするのは簡単ではないので、ちょっと説明しておきます。これ刑事訴訟、民事訴訟で若干違うんですけど、刑事訴訟法405条見てください。刑事訴訟法405条です。刑事訴訟法405条、これご覧ください。高等裁判所がした第一審または第二審の判決に対しては、差の自由があることを理由として上告の申し立てをすることができる。2号、最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。これ何言ってるかというと、高等裁判所の裁判官が最高裁の判例と違う判断をしたら、不服がある当事者は最高裁に上告できるんですよ。ってことは、最高裁の判例と違う判決をする場合は相当自信がないとできないということです。だから判例変更するのは簡単ではないから、判例は事実上の方言として現実には強い拘束力を有する。ただ判例に反する判断もできるということです。じゃあちょっと判例の読み方やっていきましょう。南九州税理士会政治献金事件、これ憲法でやる判例です。で、これね、本当の判例はもっと長いです。ただ学習用のテキストとかこういう講座では判例のエッセンスだけ取り出してます。で、事案があるんで事案すごい大事です。公益法人である税理士会が会員から政治献金の目的で特別会費を強襲的に徴収することが許されるかが争われた事件です。で、これ弁護士も税理士も司法書士もいろんな資料ってのは一緒なんですけど、大体税理士になるためには税理士の試験に受かるだけじゃなくて、税理士会ってところに絶対入んなきゃいけないんですよ。だから嫌でも入んなきゃいけない団体。でもこの税理士会が政治献金集めた、これいいのかって話です。で、ポイントは税理士をやる限りは税理士会抜けられない。で、税理士会は強制加入団体で会員には脱退の自由もないのであるから。で、こういう学習用のところで鍵括弧ついてないってことは、判例が言ったそのものじゃなくてまとめてる、
要約している箇所です。でもこういう箇所も大事だったりします。強制加入団体、脱退の自由もないのであるから、さまざまな思想心情及び主義主張を有する者が存在することが当然に予定されており、そのため多数決原理に基づく税理士会の活動や、そのための会員への協力義務の要請にもおのずから限界がある。まあ好きに抜けられないんだからやっていいことは少ない。限りがある。11ページ。そして規制法上の政治団体に対して金銀の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏をなすものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想見解判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄なので、結論これですよね。特別会費徴収の決議は無効である。これ結論です。で、ここの判詞ってところに引用しているのは全て判決理由です。結論を導いている理由なんで。だからこれはまさに判例、再協議の判例ということになります。しかも最高裁だから。いいでしょうか。で、この7法の各科目によって判例の重要性というのは若干違います。憲法行政法は圧倒的に重要。でその次に民訴刑訴って、重要度のランクは科目によって違うんだけど、まあただ民法とかどの科目でもそれなりに重要ではあるので、判例はね意識してください。やっぱり最高裁がこう言ってるんだってのはすごく意識する。なぜかというと実務家では判例と戦ってもいいんですよ。戦うことももちろんあるんだけど、基本的には判例はこう言ってるんだってことを予測して動かなきゃいけないので、すごく大事です。意識しておいてください。では条理、最後これ方言の話でした。条理とは具体的な事件についてその事案に即した妥当な解決を考える際のルールで、別名社会通念です。こっちの方が分かりやすかったら社会通念でもいいです。社会通念ともいう不文法である。でよく使う条理はこれ、警察比例原則、あるいは比例原則とも言います。これは権利自由の制約は社会公共の障害を除去するために必要最小限度にとどまらなければならないという原則。これ憲法や行政法、刑事訴訟法でよく使います。法のことわざでこう言います。スズメを撃つのに大砲を使ってはならない。要するにやりすぎはダメってことです。例えば警察官が犯罪者と思われる人を捕まえるために、例えば腕を掴んだり羽交い締めにするぐらい許されるかもしれないけど、何もしてないのにね、足を鉄砲で撃ち抜くとか絶対ダメですよね。なんでかというと、それをやりすぎだから、それ比例原則に反すると言います。必要ないことをやってると。こういうのが条理です。で、民事事件においては条理は方言になります。それに対して刑事事件においては罪刑法定主義の観点、これは犯罪と刑罰は法律で決めなきゃいけないってやつなんですね。まあそのうち出てきますけど、観点から条理が直接の方言となることはありません。条理に反したから処罰っていうのはできないってことです。簡単に言うと不文法で処罰っていうのは日本は絶対できません。だっておかしいじゃないですか、法律で決められてないものを処罰する。だから不文法で処罰はできないって考えてください。いいでしょうか。じゃあどんどんいきましょう。12ページです。次はセクション5、法の分類です。公法、司法、社会法で日本にある法律、まあ世界中の法律でもいいんだけど、分類をいくつか考えましょう。でまず括弧1、公法、司法、二分法、2つに分けるやり方があります。公法、司法、二分法とは法律を公法、司法の2つに分ける分類方法です。でここ法律って書いてるけど、憲法や法令や条例なんかも全部分けられます。で公法、この言葉を覚えておいてください。公法とは公法ね、国及び公共団体と私人の関係を規制する法のことを言います。国家権力が直接国民に介入するような法で、例えば憲法、行政法、刑法、これらは公法です。でこれね、ちょっと戻りますけど、1ページの図目の図見てください。これ国家と私人の間の関係の法が公法です。だから刑法と憲法は公法、民法は私人同士だからこれ司法と言います。で行政法も行政絡んでるから公法です。でね、12ページ目に戻ります。でよく引っ掛け問題にあるのが民事訴訟法です。これ民事訴訟法って民法の絡みの法律、裁判だから司法ってやっちゃいそうなんだけど、裁判所って公共機関じゃないですか。
裁判所と私人の関係だから、これ公報とされます。国家機関である裁判所と私人の関係、刑事訴訟法もそうです。次、司法で、これ口頭では私法っていうこともあります。司法とは私人間の関係を規制する法のことを言って、民法、さっきやりましたね、私人同士の法律、あと商売絡みだったら商法になります。これが司法です。でこの2つの分類表は今でも妥当するんですけど、あのね、分類表はいくつかあって、何が絶対的に正しいってわけじゃないです。とりあえず2つの分類表があるんだって押さえてください。で問題点、しかし公法と司法の2つで割り切れない法律も出てきた。例、労働法は伝統的には司法とされてきたが、公法的側面があることも否定できない。これ何言ってるか、まず労働法っていう名前の法律はありません。これ概念です。いろんな労働関係の法律の寄せ集めを労働法と言います。でこの労働法なんですけど、労働基準法って法律を見てください。労働基準法ですね。労働基準法、労働基準法32条2項見てください。労働基準法32条2項です。使用者は1週間の各日については労働者に休憩時間を除き、1日について8時間を超えて労働させてはならない。例えば1日8時間労働とか定めてるのが労働基準法、まあ、聞いたことありますね。で労働基準法のいろんな規制に違反すると罰則もあるので、これは公法です。でもね、ちょっと考えてください。1日8時間労働を超えたら皆さんどうします？なんか働いてて8時間労働を12時間労働にさせられた、まあ、処罰を求めたいという人もいるかもしれないけど、そうじゃないですよね。大抵の人残業代くれって言いたいですよね。これって私人同士の話だから民法の話ですね。ってことは労働関係って公法的側面と司法的側面の両方があるから割り切れないんですよ。でこういう法律がたくさんあるので、公法、司法、社会法による三分法ってのが提唱されてきたんです。では見ていきましょう。括弧に公法、司法、社会法による三分法で、公法、司法、社会法による三分法とは、法律を公法、司法、社会法の3つに分ける分類方法で、公法と司法の定義は括弧1と同じです。で社会法って何か、社会法とは福祉国家思想に基づき、所有権の絶対性や契約締結自由の原則などの基本原理とする市民法を修正する法のことを言う。でさっき言った労働法、まあ、労働法ってこれいろんな法律の寄せ集めですけど、本来ね、あの民法の世界では契約締結って自由なんですよ。だから労働者と使用者がお互い納得すれば時給1円で24時間労働させるって契約も本来は有効なはずなんですけど、まあ、普通に考えてダメですよね。立場の弱い労働者をこういじめてるから、それはダメだ、この契約締結自由の原則なんかを修正してる、だから社会法です。あと独占禁止法、これカルテル、トラスト、コンセルって聞いたことありますけど、ああいうのも禁止する、これも修正してます。あと社会保障法っていうのも概念で、生活保護法とか年金法とかの寄せ集めなんだけど、これも社会的なことをやってるので社会法になります。まあなんとなくでいいです、このあたりは。で米印、二分法が間違っていて三分法が絶対的に正しいということはありません。あくまで分類の方法が複数あるということ、ただ二分法と三分法は知っておいてください。いいでしょうか。で特にね、行政法とか民法の世界で公法とか司法っていう概念普通に出てきます。じゃあ次の分類、全然視点が違う分類です。実態法と手続き法。実態法とは権利義務、犯罪の要件とその効果など実質的な法律関係の内容を定める法のことを言います。民法とか商法とか刑法は実態法です。要するにこれがあったら例えばお金を請求できるとか、これをやったら刑罰に処せられるとか、なんか中身について定めた法律を実態法という、手続きじゃないということです。中身を定めた法律
で、手続き法は簡単、手続き定めた法律。手続き法とは、実体法に定められた法律関係を実現するための訴訟などの手続きについて定めた法のことを言います。例えば民事訴訟法は民事裁判の法律、手続きについて定めている。刑事訴訟法は刑事裁判の手続きについて定めている。行政事件訴訟法は行政裁判の手続きについて定めている。これら全部司法試験の範囲です。行政手続き法はこれね、行政処分の手続きについて定めているみたいなニュアンスです。例えば今覚えなくていいんだけど、運転免許を取り消しするときは必ずね、呼び出して言い分聞かなきゃいけない。そんなことを定めたのが行政手続き法。あとね、不動産登記法で、今日ちょっとだけ覚えてほしい概念、登記ってのがあります。で、不動産登記ってのは何かっていうと、これあえて正確じゃない話しますよ。不動産って土地と建物を言います。これ土地も建物も、まあ、ざっくり言って高いですよね。めちゃくちゃ高いです、買うと。まあなんとなくわかると思います。ただ土地の所有者、この土地が誰のものか、この建物が誰のものかっていうのは目に見えません。で、目に見えないと取引できないじゃないですか。そこでね、土地とか建物の所有者とかを登録できるようにしたんですよ、法務局って役所に。だからこれは土地とか建物の不動産の所有者等を、所有権等を登録することを言います。で、不動産登記っていうのを見ると、あ、この土地は誰のものだとか、そういうのを見ることができます。非常に重要な近代法のシステムです。この登録のための手続きを定めたのが不動産登記法。登記登記って民法でバンバン出てきますので、何となく知っておいてください。あと不動産登記みたいに耳慣れない言葉とか出てくることたくさんあります。ぜひね、そういう場合はインターネットとかで軽く調べてみてください。そういった社会常識みたいのもあった方が民法とか他の法律理解しやすいです。ただそれはもう本当にネットで調べる程度の知識で十分です。いいでしょうか。じゃあ次13ページいきましょう。で、これもまた別の観点の分類法、一般法と特別法。ただこの分類は常に意識してください。括弧1、異議。一般法はより広い範囲事項を規制の対象とする法を言う。特別法は特定の事項関係を規制の対象とする法律を言う。例見てください。金銭を課すときに利息を定めなかった。その場合ね、民法では利息を請求できません。民法589条1項を見てください。民法589条1項。民法589条1項です。貸主は特約がなければ借主に対して利息を請求することができない。特別の約束がないと利息請求できないってことは、決めなかったら利息ゼロです、お金貸しても。ところが商法513条を見てください。承認官において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は法定利息を請求することができる。
こういった規定があります。つまり、法定利息っていうのは 3% なんだけど、これを請求できるっていう規定があるんですね。これ一見矛盾しますよね。でもこれ実は商法は商人間、商売絡みだけ商法適用で、他は全部民法なんですよ。で、商法の方が狭いから特別法と言います。民法の方が広いから一般法と言います。まあ、そんなもんだと思っておいてください。いいでしょうか。じゃあ次、これね大事なんだけど、一般法と特別法の関係は相対的なものです。ある法律が一般法か特別法のどちらにあるかは他の法律との関係で決定される。例えば民法と商法の間では、商売絡みだったら商法で、その他の財産関係全部民法で、民法の方が広いから民法が一般法で商法が特別法になります。で、厳密なこと言うと、商法ってどこまで適用されるか自体がすごく大事な論点で、これこそ講義も20分ぐらいかかるんですけど、今はざっくり商売絡みだったら商法って押さえてください。これは商法って科目で詳しくやります。ところがですね、商法と金融商品取引法の間で、金融商品取引法ってのは昔証券取引法って言って、株の売買とかそういう話です。株の売買ってのは株式会社の株ね、商売の中でもかなり狭いですよね。だから金融商品取引法の方が狭いから、商法が一般法で金融商品取引法が特別法、狭い方が特別法になります。だから商法は他の法律との絡みで一般法になったり特別法になったりする。で、過去にこれ大事です。同等の法規範の優劣、マルチ特別法は常に一般法に優先して適用される。特別法が優先です。で、マルに公法は全法に優先する。逆に言うと公法は全法を排する。矛盾する法律が2つあったら、後にできた方が有効です。これも覚えておいてください。これを公法は全法を廃すると言います。法令が新たに制定改正された場合には、この原則が適用され、新たな法令の内容がそれ以前の法令に優先して適用される。で、この2つはまあ簡単なんだけど、これ合わせ技どうなるか。これ丸さん、特別法が全法で一般法が公法の場合どうなるか。これは特別法は常に一般法に優先して適用されるので、これは公法じゃない、特別法が優先です。丸さんだけちょっと意識しておいてください。いいでしょうか。では次いきます。4、強行放棄と任意放棄です。これはね、民法とかやるときにぜひ覚えておいて、主に司法上の規定で問題になる概念です。で、民事法定利息原則3%って規定があります。で、これね、民法でやるんだけど、任意規定って呼ばれるものです。任意規定は何かというと、利息を定めなかったらこれになる。任意規定というのは、何も当事者で決めなかったらこれになるよう補充的規定って言います。それが任意規定ね。で、利息制限法ってあって、上限利息はまあ大体15%なんです。これ強行規定って言って、これに反すると思う。つまり強行規定の方が皆さんの考えるルールに近くて、これ絶対破ったらダメってこと。強行規定超えたら無効になるよ。これが強行規定。つまり合わせると、金銭を貸すときに15%、強行規定までの範囲内で自由に利息を定めることができる。契約自由の原則、強行規定を破ったらダメで、もし利息を定めなかったら原則3%、任意規定になる。任意規定は何も決めなかったらこれになるよってことです。利息払うことを決めたけど、何パーセントで決めなかった場合は3%になる。それが任意規定の意味。強行規定と任意規定、ぜひ理解をしておいてください。で、くどいようですけど、まとめです。強行放棄、これ強行規定と強行放棄ってほとんど同じ意味です。は、主に公の秩序に関する事項について規定したもので、強行放棄に反する法律行為は無効となる。まあ、公の秩序ってのはみんな守んなきゃいけないような、そんな話です。で、次の黒星、任意放棄、任意規定は主に公の秩序に関しない事項についての規定で、当事者が契約などで定めなかった事項を補充です。これ、当事者が別の内容を契約等で定めていれば任意放棄は適用されない。で、民法ではよくね、この条文が任意規定なのか強行規定なのかって区別が大事になってきたりします。その前提としてこの知識は知っておいてください。いいでしょうか。じゃあ14ページです。セクション6番、法の解釈。
で、これ基本的な法の解釈のスタイルを学びます。で、まず1番、分離解釈と論理解釈、括弧1、分離解釈で、分離解釈とは法の文言の持つ意味を明らかにする解釈です。で、条文の文言以外の事情は考慮に入れない。条文の文言が曖昧だったり文法的に複雑な場合にその内容を明確にする、あの辞書的に解釈するということです。例、賄賂を受け取った公務員は懲戒免職するという規定があった場合、賄賂とは定義づけるんです。公務員の職務に関する不正の報酬としての一切の利益であると内容を明確にすることです。ちなみにこの賄賂の定義は刑法で出てくるので、余裕があったら覚えておいてください。刑法で賄賂のこの定義は出てきます。で、もともと法律の解釈学っていうのはヨーロッパ起源ですごく歴史が深いんですけど、聖書の解釈みたいな技法から始まったと言われます。なので分離解釈がもともと基本でした。ところが時代を下るにつれていろんな解釈が出てきて、過去に論理解釈で、論理解釈とは一切の論理を用いてする解釈であり、2つ以上の法律や制度の間に表面上の矛盾があるときに論理の操作によってそれを整合的に解釈することです。で、これは法律家として非常に要求される能力です。例を見ていきましょう。試験時間中にタバコを吸ってはいけないと定められている一方で、試験時間中の喫煙は所定の場所で行うことという規定があったとする。で、この2つの規定は一見矛盾しますね。で、一見矛盾するときに両方を生かすような道を探るのが論理解釈です。こんな感じ。そこで試験時間中にタバコを吸ってはいけないという規定は、その試験を受験する受験生に対して向けられた規定で、それ以外のものは試験時間中でもタバコを吸うことができるが、その際には所定の場所で吸わなければならないと解釈することによって整合性を保つ。これが論理解釈です。一見ヘリクスみたいに思えるんだけど、これリーガルマインドの割と中核なんですね。というのも、例えばね、最高裁で A という判例があった後に B という判例があって一見矛盾する。で、こんな時も基本的に法律家は両方を生かす解釈がないかと考えるんですよ。 A も B も両立できるような道を探っていくんですね。なぜかというと最高裁の判例ってそう簡単に否定できないから。これ英米法でも大陸法系でも一緒です。なので、この一見矛盾する2つの規定があるときに両方を生かすような解釈ってないか探っていく、これが論理解釈なんですけど、これはぜひね、知っておいてください。論理解釈いいでしょうか。で、もちろんね、 A と B が矛盾するときに A が間違いとか B が間違いって最終的にやるのはいいんだけど、両方生かす道がないかって探ることが重要です。いいでしょうか。じゃあ今の解釈とまた別の視点の解釈、この辺はね、そんなに難しくないんでさらっといきましょう。2、拡大解釈と縮小解釈。拡大解釈は拡張解釈とも言います。拡大解釈とは法の文言に抗議と教義がある場合に抗議、広い方の解釈を取る方法。例、試験時間中にタバコを吸ってはいけないという場合に、一般のタバコだけでなく葉巻を吸うことも禁止されると解釈すること。今だったら電子タバコとかも入るんでしょうね、拡大解釈だと。で、ちょっと脱線します。で、試験時間中にタバコを吸ってはいけないっていうのは、これ法律じゃなくてなんかその辺のルールでしょって思った人いるかもしれない。でもですね、実は法律家としてはそのあたりの内部規範っていうんですけど、一般的なルールも実は裁判になって解釈することがあるので、技法としては一緒なんですこれ。で、このようにタバコを広い意味で取るのを拡大解釈って考えてください。で、15ページ、縮小解釈は逆です。縮小解釈とは法の文言に抗議と教義がある場合に教義、狭い方の解釈を取る方法です。で、試験時間中にタバコを吸ってはいけないという場合に、一般のタバコのみが吸うことを禁止されると解釈すること。電子タバコいい、葉巻いいみたいな感じね。で、米印、ある規定を拡大解釈するか縮小解釈するかは結局どちらの解釈が妥当かという観点から決定されます。で、次には使う類推解釈と反対解釈のどちらを取るかという場面についても同様で、これね、法解釈学のある意味限界なんですけど、
どっちの解釈が正しいかって決める場合には、はっきり言って法解釈以外の考え方を使わなきゃいけません。例えば民意とかね、社会がどう考えてるのか、人によっては経済学的な観点使ったりとか、社会学使ったりとか、いろんな話があります。あの文言眺めてるだけじゃどっちか決まりませんので、それは外からいろんな考え方を拝借するってことになります。じゃあ次、3、類推解釈と反対解釈で、これ拡大縮小とちょっと違うんですよ。かっこいいです。類推解釈、類推解釈とは法の文言の意味に含まれないものに対し、その類似性を理由としてその規定を適用することです。で、この川で鮭を取ってはならないという場合に、魚という共通点があることから、鮎を取ることも禁止されていると解釈することです。拡大解釈と類推解釈の違いってわかります？拡大解釈はね、文言の枠は超えないんですよ。タバコっていう時に、お酒っていうのは絶対入んないんですよ。あくまでタバコを最大限拡張するんだけど、アイコスとかはあんま一般言っちゃダメだね。電子タバコとか葉巻はギリギリ入るけど、それ以外は絶対入んない。文言は超えない。類推解釈が文言を超えちゃうんですよ。だって鮭って書いてるのに鮎って無理じゃないですか。本来無理なんだけど、文言の枠内では文言違うんだけど似てるから及ぼしちゃう。これが類推解釈です。で、罪刑法定主義のもと、刑法において類推解釈は禁止されます。だって文言の枠超えてるから。鮭取っちゃダメって言われるのに鮎取って処罰されるっていうのは、これは罪刑法定主義、刑罰と法律を刑罰と犯罪を法律で定めていなければならないという原則に反する。ただし被告人に有利な類推解釈は許される。被告人に有利だったらいいです。で、反対解釈、これは類推解釈の逆で、反対解釈とは法に規定されていない事項についてその法規の適用を排除することです。で、この川で鮭を取ってはならないという場合に、鮭以外の他の魚なら取っても良いと解釈すること、鮭だけが禁止されていて他は大丈夫だって解釈することを反対解釈と言います。これも知っておいてください。で、もちろん解釈というのもあります。これ具体例だけでいいです。から類推解釈の一種であり、ある事項について法が規定していることが同一属性を持つ他の事項にも適用されることが当然自明であるとする解釈方法。これ例で理解してください。10万円の賄賂を受け取った公務員は懲戒免職とする規定がある場合に、100万円の賄賂を受け取った公務員はもちろん懲戒免職すると解釈する。まあ、類推解釈の一種なんだけど、もちろん解釈と呼ばれることもあります。まあ、これはさらっと読んで分かればいいです。いいでしょうか。あとですね、セブンサミットは辞書みたいに使えるので、分からない用語とかあったらね、まずセブンサミットの作品を見てみてください。じゃあ次、16ページ、裁判員制度。我が国では国民が刑事裁判に参加する制度として、2009年から裁判員制度が実施されています。これもね、概要しておきましょう。で、1、陪審制と参審制。国民の司法参加形態には、市民だけで有罪無罪の評決を行う陪審制と、職業裁判官と市民が共同する参審制がある。で、この2つの制度は世界的に見てってことです。一般市民だけで裁くのが陪審制、プロの裁判官と市民が一緒に裁くのが参審制で、我が国の制度はどちらの制度でもないんだけど参審制に近い。プロの裁判官と一般市民が両方動きます。で、実はですね、裁判員制度ってここ十数年で導入されたんですけど、戦前も似たような陪審制がありました。これは知っておいてください。数字は覚えなくていいですよ。我が国ではかつて1928から1943年に陪審制度が導入されていた。年号が大事なんじゃなくて、戦前に導入されていた時期があるんだなってのを知っておいてください。歴史の話じゃないので、年号はね、そんなに法律では大事ではありません。大体の時期で結構です。で、ここで関連して裁判所法っていうのを探してください。裁判所法、
裁判所法です。裁判所法、これ憲法でね、たまに聞かれる法律ですね、裁判所法は。で、裁判所法3条を見てください。裁判所法3条1項、裁判所は日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて、一切の法律上の訴訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。で、この3項を見てください。この法律の規定は、刑事について別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。この3項の条文は昭和22年裁判所法が制定された頃からあります。だから日本は昔からね、陪審っていうのは別に導入しても良いよっていうような国だったんです。これも知っておいてください。いいでしょうか。で、実際の裁判員制度です。で、これ死刑または無期の懲役・禁錮にあたる罪に関わる事件などの重大な刑事事件に適用されます。で、具体的にどんな刑事事件かは軽訴でやりますけど、今は重大な刑事事件だと覚えておいてください。で、裁判員は、これ一般市民から選ばれる裁判員は、裁判官とともに被告の有罪無罪および量刑を決めるが、法令の解釈は裁判官が行います。まあ、だって一般市民は法令の解釈、これなかなか難しいんでしないわけですよ。で、一般市民何するかというと、事実認定、やったかやってないか、あとは量刑、やったとして無期懲役にするかとかですね、そういうのを決めます。で、意思決定は原則的に裁判官3人と裁判員6人、この数字は覚えておきましょう。裁判官3人、裁判員6人から構成される合議体での多数決によって行われます。4人1人のパターンもあるけど、ほとんど例がないので、この3人6人覚えておいてください。で、被告人に裁判員制度を拒否する権利はない。で、これなんであえて書いてるかというと、例えばアメリカって陪審裁判拒否できるんですよ。私は職業裁判官だけがいいっていうのを拒否できるんですけど、日本ではそんな話はありません。あと、裁判員には守秘義務が当然あります。あと、裁判員は衆議院議員の選挙権を持つ者の中から抽選で選出されるが、学生や70歳以上の者のほか、仕事上著しい損失が生じる場合や、育児、介護などやむを得ない事情がある者は辞退することが可能です。で、日当や交通費、宿泊料は支払われるが、参加に伴う損失保証はない。日当っていうのは決まってる、1日あたりいくらって定額はもらえる、交通費、宿泊料はもらえる。で、損失保証って何かというと、例えば私がですね、大企業の社長で、1日裁判出ると100万円の儲けがなくなる、そんな場合も100万円請求できない。まあ、そりゃそうですよね。そういうことです。あと、メモしておいてください。これね、第一審のみ、公訴とか上告は裁判員関係ありません。第一審の地方裁判所だけです。これも書いておいてください。 これぐらい知っとけばとりあえず大丈夫です。では次、17ページ、基本的人権の歴史。これ憲法で主にやるんですけど、ざっくりもやっちゃいましょう。基本的人権は人権ないし基本権とも呼ばれ。で、これね、人権と基本権何が違うかっていうのは学問上の議論はあるんですけど、はっきり言って司法試験予備試験のレベルだったら学者じゃないので、同じでいいです。人権と基本権は一緒の意味、好みで使い分けてるぐらいでいいです。で、人身の自由、表現の自由などの個別的人権を総称する言葉である。1、人権保障の変遷です。国民権という地位に伴う権利から、人間であることによって認められる普遍的な権利になってきました。国民権って何かというと、昔はね、外国人の人権というのを認めなかったところです。例えば日本だったら日本国民だけ人権があるんだ。でも今はそうじゃなくて、もう人であるから全員人権があるんだ、だから外国人の人権もあるよっていう権利に動いてきました。で、これぜひ覚えておいてください。自由権から社会権、自由権から社会権。自由権は国家からの自由、社会権は国家による自由です。
もともと人権というのは自由権が中心でした。要するにほっといてくれという権利だったんですよ。国は私に干渉しないでくれ、私は表現もやりたいし商売もやりたいしほっといてくれ、こういう権利だったんですけど、貧富の差が拡大するにつれて国は国民に最低限の生活を保障しなければならない、そういう権利に変化していったんですね。それが社会権で、日本でいうと生存権。憲法25条1項を見てください。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。これ逆に国民の側から言うと最低限の生活を保障してくれって権利ですね。この社会権と言います。で、これねちょっと高度な言葉遣いなんですけど、憲法で使う言葉なんでメモしといてください。自由権って別名こう言います。これ別名妨害排除請求権と言います。これ私が勝手にネーミングしてるわけじゃなくて憲法学で普通に使われます。社会権は請求権と言います。で、憲法で詳しく言いますけど、私はこの妨害排除請求権、請求権というネーミングの方が実態に合っていて好きです。一般的に使われる用語です。なんかめちゃくちゃ難しくなったような気がするんだけど、全然日本語って漢字難しいと逆に漢字に意味が込められてるんで優しくなることもあります。まあ写してる人もいるんでちょっと写し終わったらゆっくり解説します。で、自由権ってどういう権利かというと、例えば私がね池袋の公園で演説をしていたら国家が邪魔しに来た。表現の自由があるってことは邪魔するなって権利ですね。だから妨害を排除する権利だから妨害排除請求権って言うんです、自由権を。で、社会権は私が貧しくてもう食べ物ない時に生活させてくれ、お金くれ、食べ物くれっていう権利です。だからこれ請求権と言います。国民が国家に請求する権利、これもね、ぜひ覚えておいてください。だからこれを自由権は国家からの自由、ほっといてくれ。社会権は国家による自由、国家に請求して何かしてくれ。そういう権利です。あと法律による保障から憲法による保障へ。憲法上人権が書かれるようになってきた。じゃあ次、世界各国の人権宣言。これ歴史なんですけど、レジュメでは広く書きましたけど、重要なところだけ。イギリスは権利章典からです。年号は覚える必要はありません。権利章典ぜひ覚えておいてください。これは国民の生命財産の安全と議員の言論の自由を保障、この辺はさらっと読んでおけばいいです。名誉革命の成果を法制化、議会主権確立へ。で、後のアメリカ革命に大きな影響を与えた。権利章典の後アメリカ革命って流れは覚えておいてください。過去にアメリカ独立宣言、はい、これ覚えておきましょう。アメリカ東部13州が英国から独立したことを宣言する文書であり、後の第3代アメリカ大統領ジェファーソンにより起草された。で、国民に天賦不可視の人権があること、革命権があることを認めている。で、特に人権はアメリカ独立宣言に書かれているってことは覚えておいてください。で、次、アメリカ合衆国憲法。アメリカ英米法なんだけど、イギリスと違って憲法は成文法です。で、連邦政府樹立の必要からワシントンを議長に憲法制定会議が改正され、制定された憲法です。で、これ連邦憲法であり構成憲法である。で、連邦憲法ってちょっと説明しておきます。アメリカって州がありますよね。州が国なんです、アメリカって。例えばカリフォルニア州とかワシントン州とかいろいろありますね。州が1個の国で州ごとに法律違います。で、州が集まって連邦ってのを作ってる、二重の国家なんですよ。
で、アメリカ合衆国憲法とは連邦全体の憲法です。で、なんとびっくりすることに、州ごとにさらに憲法があります。二重構造になっているんです。州が国だから。で、あと構成憲法です。で、構成憲法は今さらっと言っていいんですけど、構成憲法とは憲法を改正する際に通常の法律制定手続きよりも厳格な手続きを必要とするもの。簡単に言うと、変えにくい憲法を構成憲法って言います。まあ、憲法で詳しく言うので今これぐらいにしときます。そうじゃない憲法を何制憲法と言います。で、ほぼ完全な三権分立制度、これ採用しています。で、国家レベルでは世界で最古の成文憲法です。で、ここでいう憲法は実質的意味、近代的意味、立憲的意味の憲法である。これ憲法であるので今さらっとでいいです。で、後に修正条項によって個別的な人権規定が設けられた。で、今日覚えていただきたいのは、アメリカ合衆国憲法制定当初は人権書いてません。なんでか。独立宣言に書いてるから。合衆国憲法最初は人権書いてなかったってのは覚えておいてください。いいでしょうか。独立宣言に書いてるからです。じゃあ、過去3、フランス人権宣言ですね、1789。まあ、昔はヒナはクスブルバスチーユみたいに覚えましたけど、まあ、こんな年号はいいんですよ。フランス革命を背景にして宣言した。で、個人の自由、平等、安全及び圧政への抵抗権を自然権として、すべての政治的団結の目的は自然権の保全にあるとした。国民主権、思想表現の自由、権力の分離、所有権の不可侵などを宣言している。まあ、この辺は憲法でもやるんでさらっとでいいです。で、ドイツ・ワイマール憲法で、これ世界で初めて社会権はマークしておきましょう。ワイマル憲法、世界で初めて社会権は覚えておいてください。で、所有権は義務を伴う。で、この人権の歴史はよく分かんないよという人は憲法やってからでいいですけど、まあ、これぐらいは知っておいていただきたいところです。で、あと1分ぐらいなので、ちょっとだけ補足をしておきます。セブンサミット14ページ見てください。14ページと15ページに法令用語の基礎知識ってあります。基本的にはそんなに難しくないんで、今日ね、帰ったら14ページと15ページぜひ眺めていただきたいんですけど、1個だけ、15ページの6、推定するとみなす。これちょっと馴染みないと思うんで見ておきます。推定するは、ある事項について当事者の意思や事実の有無が不明確である場合に一応処理基準を定めるものであり、推定を免れたい場合は推定内容と実際とか異なるという証拠、反証を挙げて推定を排除することができる。このね、異なるという証拠、反証を挙げて推定を排除することができる。これ、マークしておいてください。で、例えばですね、竹山は民法が苦手だと推定するって規定が仮にあったとします。これは私が民法得意だって証拠を挙げて、本当は得意なんだよって言っていいんですよ。推定するは反撃ができる、反論ができる。一方で、これに対してみなすとは、本来異なるものを一定の法律関係について同一のものとして取り扱うものである。で、偽証、これもマークしましょう。偽証とも呼ばれる。この場合、反証は許されない。確定的に同一とされる。これ、例えば竹山は民法が苦手だとみなすってあったら、これね、民法が苦手なことが確定しちゃうんです。何やってもひっくり返せない。これがみなすです。推定するとみなすの違いはぜひ覚えておいてください。法律の EX、 占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定する。これは違法だっていう反論を許されます。一方で、胎児や相続についてはすでに生まれたものとみなす、生まれてないって反論はこっちは許されません。みなすは反論を許さない、推定するは反論を許す。これは覚えておいてください。あと、セブンサミットに書いてないけど、もう一点補足。ないしって言葉です。法律で、法律っていうか一般用語なんだけど、1ないし3って書いてあったら、これどういう意味でしょうか。これ、辞書的には意味2つあります。これ意味2つあって、意味は1または3っていう意味もあるし、2、これ1から3すべてっていう意味もあるんですよ。で、一般の方はね、1または3で取ることが多いんですけど、法律の世界ではなぜか2で取ります。
1で取ることは法律の際からほとんどありません。ただ辞書的にはどちらも正解みたいです。だから1ないし3って法律の文書であったときは1から3すべてなんだと思ってください。これ分かってないと大変な勘違いをしてしまいます。辞書的には両方正解ですけど、法律の文脈ではなぜか2を使う、まあ、そういう作法なんでしょうね、慣習法なんでしょうね、これもぜひ押さえておいてください。はい、すみません、ちょっと延長しちゃいましたけど、今日の全体構造編は補助レジュメをね、一回さらっと見直していただければ十分です。あと、セブンサミットの法令用語なんかもやっておいてください。で、暇があったらセブンサミットをざっと読んでおいてください。で、次から民法を受講される方。予習は必要ありませんけど、民法は六法とレジュメとセブンサミットをお持ちください。で、民法からね、大変になってきますが、これ諦めないことが重要なので、一緒に頑張っていきましょう。それでは司法試験2023年度全体構造編、これにて終了いたします。お疲れ様でした。